ああ、やだわ。いや、案外ヤンキーじゃない方がラップできる説あるけどな。うん、大阪は事件、まあ、繁華街おるけど今事件性ありそうな人おらんけどな。てか一番事件性あんの俺やな多分。うん、あまあいっか、今日香川君になんか良さげなタンプレもらったし。朝日奈なんかあった動き。うん、いやお腹は減ってないな今日は。まああれするか、牧内財布取られたのガチらしいぞ。イケアでどこに、どこに、うん、家、え、香川くんに帽子もらった。しかもクソ高い帽子。うん、まあ俺入れといたけどな。牧内ほんじゃ明日行こうか。明日っていうか今日の夜か。あーせやな、朝日のアカウント消えたらしいよな。うん、まあさすがに銭なかったあいつまた何しで貸すかわからんから。うん、でも今からではないわ。うん、一回帰って寝て起きてからにしよう。うい、無料アイテムありがとうございます。いいよ、続けていこう。せやな、残業なってもうたな。いや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 、38号さん、もうそんな、うん、職場近くなのキャバ嬢ってことでいい、君の君。うん、そうでしょ、さすがにこの時間大阪信用金庫で働いてる人はないよな。ハンダラーズって何、何それ、知らん。あ、おはよう。いいよ、ありがとう。パンワーザス OK 特命さん、 M の人ありがとうございます。ほんとね、いつか一緒に大阪信用金庫で口座作ろうね。うん、 OK、 いいよ。ちょっと歌舞伎町っぽいやろ。うん、あ、おはよう。え、こうちゃんは釣りしてそうイメージ。うん、はい、リオンちゃんパワー出す OK、 いいよ。うん、いいよ。え、キャリーちゃんまた何かあったね。新事実が発覚しました。先ほど、え、あんつぶの宮弁さんにて証言が取れました。はい、それもう帰ってから話そう。帰ってから、帰って話そう。もう、うん、もうこの時間つけてもうたら、うん、もうそのまま帰って、うん、で配信つけて、うん、こうちゃんなんで暴露したん。まあいわゆる腹いせやろ。うん、腹いせ、うん、腹立つから腹いせ。うん、うん、で別にこうちゃんが暴露したというよりかは、キャリーちゃんとこうちゃんの付き合ってた当初の LINE のやり取りをイキリスト君に見せて、イキリスト君が全部ヤバいの暴露したみたいな。うん、うん、せやな。え、ボーイズバー近くにあんの。じゃ誰か分かんねえやったら俺行くで別に。うん、まあその店舗許可出るか知らんけど、うん、それ具体的な情報あったら俺行ったんで別に。うん、あー、 5×10 は77。パン OK、 いいよ、うまい。ハートの人ありがとうございます。いつもありがとうございます。本当社長、ニマルが朝からブロック祭り、ええやん別に。それで正解ちゃうか。え、こんなこと毎日してて頭おかしく、あ、逆、頭おかしいから毎日こんなことしてんねん。逆逆。キャリー何があったの。いやだからなんかあれ、矢沢さんの頭はやっぱ蹴ってた。うん、間違いない。え、ボーイズバーも、だからボーイズバーって結局もうほとんどホストやからな。うん、あの会計システムが若干ちゃうだけで、うん、かかるで言うたら。車乗るぞ。ここのパーキングそんなに高くなかったはずや。
よし帰ろう。あれあれ、ちょ車の鍵ない。あれ、え、そうやん、あ、あったわあったわあったわ、危ねえ。最近これようなるよな。うん、ちょっと香川くんからのタンプレは丁重に扱おう。前乗せてたらぐちゃぐちゃなりそうやから、ここに置いとこう。よいしょ。人の頭を蹴るなんて人がやる行為じゃないよね。いや、そうは思わんけどな。うん、なんで戦争の方がもっとひどいことやってるやん。うん、ドローン飛ばして人ここすんやで。うん、だから全然あるやろ。え、帰ってからな。うん、もう出してなんか汚したりとかすんの嫌やから。うん、値段聞いてびっくりしたわ。うん、よいしょ。もうユマルが朝からブロック祭り派となんどんだけ飛んでくんねんどんだけ飛んでくんねんそれ。それがどうした。なんか俺もされてそう。ほんでなんかわからんけど、なんとなく山田もしとこうとかって。今来たおっか。俺はもう帰るわ。南おってさあ。ああ、せやな、あれちゃうか、あの負け打ちの件で意味のわからへんシャンパンを2本も入れて、何を、4万5000も会計俺に払わしたから気使いはってん多分。うん、青って俺に高額シャンパン入れさせたから多分な。あ、ちょっとこれはやりすぎたかなって。もう意外とあれちゃう、気使ったんやと思う。リアトツ終わりです。はい、終わりです。あの来る気配もなかったんで、もう枠終わりかけて終わりです。いや、まだあんで、お店にあるよ。あ、お疲れ様です。え、リアトツけえへんかった。うん、リアトツいいですか、どこに。いやもう絶対嘘。そうやったら生アカ NG でコメント書いてよ。85、生赤で NG でコメント書いてよ。うん、リアトツ夜中やめて。いやでもな、日中はもうちょっと涼しくならない、嫌やな、暑いし。まあゲリラやったからな、行列できんかったっすね。はい、帰るかとりあえず。ネズミ雑談するか。 NG964964 売ってみおっか、まず、964売ってみ、早く打ておっか、早く964、な、 NG なってるやろおっか。よし、それみんなに見えてないから、それみんなに見えてないから、やろ、見えへんやろ。あ、それ NG やで、85。ペーロン、ペーロン、ん、速報か。あー、はい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 、全然関係ない話やんけ。寝たかな思った。見えないから安心してください。あ、でもちょっと待ってよ、速報か。ちょ待ってな。なんと皆さん、なんと皆さん、速報来ました。広角レンズが再配達かかってます。速報です。多分、広角レンズ、ちゃうわ、これじゃないか。
あ、違うわ。そうか、うん、広角レンズが再配達かかってるやつ、あれこれじゃないんか、うん、これやんな、うん、うん、これそうやろ、ヤマトのやつちゃうの、個人情報の取り扱い、カーボンニュートラル配送、何やこれ、あれなんかと抱き合わせなってんのこれ、ちょっと待って見るわ、黒猫メンバーズと LINE 連携すると会話しながらお引き取りの日時を変更することができます、ぜひ登録してみてください、これ押したらいいんか、いや違うな、わかりません、え詐欺なん、え詐欺か、いや詐欺ちゃうやろ、詐欺ちゃうやろこれ、えマジで言ってんの、いや速報それ、え俺ライカラーで、えだってなんかで俺登録したような気すんもん、いやいやありえるやろ、ちゃうの、ヤマト運輸って書いてんで、まあえっか、後で、後でいいわ別に、どっちでもいいもん別に、最近の巧妙、え速報タイトル変わる、いや速報家帰りますもう、うん、どっちにせよ、うん、うん、家帰りますどっちにしても、え枠中にすいません、山田さんに一つ質問いいですか、はい、何です、何でしょうか、課金したいんですか、うん、何ですか、いやこっちの方が速報かも、質問来たでこれ、あ多いんや、気ぃつけるわ、おいで、何質問、いいよ全然、うん、かしこまらんでいいよ、何でしょうか、ママに叩かれたことある、あーあるな、うんあるよ、うん、ある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 、ない人の方が少ないんちゃう、そんな、うん、あります言うたら、はい、えだけだけだけ、そっかまだ繋がんの、そっかまだ繋がんの、うん、そっからまだ繋がんの言うたら、そっからまだ繋がる、うん、おるで今日だいぶ、うん、おるよいっぱい、3票パオン、ゴシゴシオッケー、いいよ、自走案件か、繋がんのか言うたら、うん、いやもうえってそう、もうそれ一つ質問いいとかかしこまらんでいいから別に、もうなんやね、やめてや、もう長なるやつや、うん、大喜利せんでいいで、もう、うん、どれぐらい、すいません、女の子叩くって言ってたから真相心理を覗きたくて、うんあ、ちょっと打撃は入れへんで96を、うん、それはあれやでそれはただの弱い者いじめやから、うん、96を、うん、そ手出すっていうのは、あの打撃はあくまで入れへん言うたら、うん、髪の毛掴んで引きずり回して、あの壁等に顔面を打ちつけるとかやから、そのグーで顔殴ったりとかそんなもんせえへん、蹴ったりとか、うん、いやいやポリシーあるから、うん、打撃は入れへんっていうまあルールあんねん、うん、うん、どこが違うの、いや打撃入れるは弱い者いじめやから、それは
で上下関係分から、生物的な上下関係分からせるはあのそういうことやから、うん、っていうその 線引きはちゃんとある。俺の中でだから打撃は入れたことない人生で一回も、うん、ちょっと待って、 DV じゃないって何回も言ってるけど、うん、あ、無課金税なので、あー絶対ない、うん、絶対ない。それはもう完全に幻や、夢以下や。はい豚パオンあざす、オッケーいいよ、うん、はい豚パオンあざす、いいよ。お、あ、夢に近づいてきた、夢に近づいてきた、夢に近づいてきた、うん、おー、夢に近づいてきた、うん、あ、村井ともあざす、そうそう、夢に近づいてきたよ、特命さん、いいよ、うん、そう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 、えちゃん、なんか山田と付き合う夢見ましたって言って、もう無課金税なんですかっていうか、それはもう幻やと、うん、でも課金したら夢に近づいてきた、うん、うん、そうそうそう、やめろ、夢をひらがなで書くな、うん、生物的には、え、女の人は子供を産む機能があるから上ってか、なめんなよないやろそんな。で、男と女の人がグローブつけてファイティングポーズ取る、どっちの方が強いのよ。生物学的には上やろ男の子は、ね、言うてんねん、筋力で勝ってんのか。あと空間認知能力も男の方が上やねんで、分かってる言うたら。あと計算能力、計算処理能力、うん、脳みその中身も筋力も男の方が上じゃん。夢見たい、はいパオンゴシゴシ、うん、見て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 、夢見て、うん、おなあ、お男の方が上でしょ言うたら、ちゃう言うたら、うん、ちゃうで、その何、圧倒的なその力がってことやで、要は、うん、意味わかる。で、その力の差飛び越えて、なぜだか勘違いを起こした女子が上から目線で、上からのことを必要以上にあのその何こう来るから、ああそれは違うでしょって言って、この天秤を傾けるために俺は髪の毛を引きずり回すっていう、うん、習慣がある、うん、その代わり打撃は入れへん、うん、そう、打撃入れたらそれはもう弱い者いじめやから、うん、そうそうそう、分かった、分かりました、うん、それだからしつけです、はい、勘違いしてる人にしつけるんですよ僕は、うん女から打撃された、いやだから、その女からの打撃もその冗談でやってくる分と、完全にこっちを制圧にかかってくる打撃とはちゃうやろ言うたら、うん、まあそれでも打撃では返さへんさすがに、うん、そうそうそう、打撃は返さへん、うん、LINE 送ったの、うん、自分が不利になると、いやそんな思ってないよ別に、あ、 ありがとう、同意してくれる人、なんかそうやんな、だから勘違いするやん言うたら、 あまりにも調子乗られてもみたいなとこあるやん言うたら、うん、いやいや俺するで46号するするする、じゃあその代わりに俺がそれするときって、その完全に何を勘違いしたんか、うん、その何、その自分のその精神の許容を超えてくるぐらい俺を苛立たせるような何かがあるからやで、こんなに温厚で心広くて、あの物腰柔らかい僕が、その精神的我慢の許容を超えてくるような言いがかりのつけ方とか、うん、分かるかな言うての、何もないのにそんなことはせんよ言うたら、うん、LINE 見て、はいパオンあざす、オッケー、見たらいいの、見たらいいの、はい見ました、え、嘘でしょ、なんかわからんけどトリックチケット500円届いた、ありがとうございます、いただきます、ありがとうございます、あ、ドリンクチケットが届きました、ありがとうございます。キャリーがこうちゃん送ってた LINE 見てもまだキャリーをかばうの、キャリーがこうちゃんに送ってた LINE 見ても、あー、その話戻る、あ、その話一回戻ろうか、 いつまでたっても家帰られへんけど、じゃあ俺は加担せえへんね別に、うん、あのどっちが悪いとか悪くないとかの方には加勢せえへんだけで、あのぶっちゃけかばうとかないねん俺、うん、
そんなん当事者同士の問題やねんからさ、正直どうでもいい目線やねんな。でその上で苦言を呈させていただきます。はい、あのやっぱさ、あのまあ これはあくまで俺の意見な、言うたら、まあ、その時好きで付き合ってたあの元彼女が別に今笑ってたらええやんそれで、うん、以上です、うん、って思う、言うたら、うん、でその時は好きで好意があってしてあげてたことやねんからさ、うんうん、後から返せが、なんかあの 俺は男としてみっともなく思います。はい、で28歳成人男性、あのまあ150万って大金よ、貢いだ額な。でそのせいで50万アイフルに借金あるにしても、あの普通に働いてたら余裕で返せる額なんで、言うたら、はい、うん、それ騙され、後から蓋開けて騙されてましたよやったら、そのムカつく気持ちはわかるけど、うん、そのぐらいの金額をあの弁護士入れて取りに行く手間、費用対効果、時間考えたら普通に働いてる方が絶対余裕で帰ってくるから、うん、って思いましたけどね。はい、うん、そのぐらいやったらな、言うたら。ただそれがもう4桁5桁なりだしたら、うん、それはもうガチガチいったったらええかなって思ったけど、普通に働いてる方が多分楽にそのお金手にできるから、おそらく、これがな、男女逆やったら、なんかあの助けてあげる人出てくるの、うん、ありかなと思うけど、うん、男はな、あの自分でできひんことは、うん、ダメやね、人に頼ったら、うん、自分でどうにかせな、男やねんから、うん、という古臭い昭和の考えです。はい、うんうん、古臭い昭和の考えです。はい、うん、だからって別にこれが正しいって言ってるんじゃないで、俺はそう思うっていうだけだ。でもその上で別にあのこうちゃんされてることはかわいそうやなっていうのは思うよ、うん、うん、でまあ現実的に多分あのもう民事なのなんだのなったら、ほんまに多分ちゃんとあの正当に返さなあかん分の請求はされると思う、ちゃんと、うんうん、ちょっとあのやり取り見てたら、あの何やろ、キャリーちゃんの方に結構落ち度あるんちゃうかなっていう風には見える、うんうん、それはな、うん、さすがにな、うん、あの頻度で貸してくれ、うん、返すから、うんうん、そう、うん、あ、オリバさん5個パオ、おしょおしょ、オッケー、うん、まあ、あれはもうさすがに完全に証拠なってまうわ、うん、まあせやな、もうあのリアルタイムの時にさ、再三にわたって周りも止めたし、うん、お前ほんまにそれでいいんかみたいなのやったもんな、言うたらな、うん、あ、もうあの時に白井も単価切って、うん、いいんです、僕はあの自分がしてあげたいと思ってやってるだけやからって、うん、言ってたからな、うん、いや、どうやろう、それはもうさ、あの何、金の暴力で潰される可能性もあると思うで、多分、うん、ちゃんと弁護士入れて、で規約上問題ある行為もあったからな、やっぱり裏でアイテム供与してんのも出てきてたし、うん、うん、だからまあね、ちゃんと弁護士とか入れたらちゃんとで、まあ、俺はそこよか、あの人種差別発言の方が俺やばいかなって、うん、俺はな、うん、あれの方が俺まずかったような気するけどな、うん、そのさ、もうそんなさ、色だの恋だのさ、別に、うん、水商売の世界やったらなんかそのもう当たり前あるあるのさ、あのもうそれもう可愛いもんやん、言うたら、うん、そんぐらい、うん、まあここはふわっちという配信業やからさ、うん、あれか知らんけど、うん、
男女の色恋なんかどこにでもある話やからな言うたら、うん、あ、にゃみずさんありがとうございます、うん、そう、あれはもうさすがに、うん、どうかなって俺も思ったけど、あ、そうか、そうか、まあ、夜食の世界やったら、まあ、あんなん全然可愛い方ぐらいというか、うん、そんぐらいやったらさあー、M の人ここ、パオッ、ガチガチ、オッケー、いや、それでいいやん、別に一応で、俺そんな風に別に思わんで、うん、実際さ、あの、いらんとこで手間も暇もかかるからさ、それはで、こうちゃん的にもお金取り返したいが、あの、叶うわけやしさ、うん、それはそれでいいと思うけどな、言うたら、うん、俺はほんでぶっちゃけ そこまで面倒は見たいとも思わへんし、うん、うん、それはあれちゃう、頼れるとこ別に頼って好きにしたらいいと思う、うん、いや、そんなんも別に何も思わん、一三パ、うん、まあ、だからでも、まあ多分ほんま弁護士入れたら、あの、お金取られるようになると思うで、多分、うん、だってちゃんと貸し借りやもんな、あの文章、まあ、まあ俺はもう最初こうちゃん会った時そこそこ 見てるからさ、言うたら、うん、でもうすでに最初からソースも持ってたし、言うたら、うん、なる可能性もあるんちゃう、ワンちゃん、うん、あー、無理やで、まだっす、うん、せやな、ほんで結婚もうんって言ってもうてんもんな、言うたら返さんでいいよって言って後から返しては、いや、だからその辺は弁護士がうまいことやるんちゃう、口約束も立派な契約っていう概念はあるらしいけどな、うん、その法律上やとでもそれで戦おうと思ったら、キャリーちゃん側も弁護士入れな無理やけどな、言うたら、うん、まあないとこからは取られへんよ、うん、そらな、うん、いや、文面で返さなくていいってこうちゃん言ってた、え、マジでそんなんもあんの、え、そうなの、それは俺初耳学やねんけど、文面で返さんでいいが出てきてんの、それは初めて聞いてんけど、まあでもこっからは弁護士のやり合いやからな、そら、うん、弁護士のやり合いやからなで、キャリーちゃん側も自分で弁護士入れよう思ったらなあ、また金余計つくしって考えたらもうなんぼかは飲んで返してあげる方向でうんって言った方が得は得やと思うけど、うん、でギャリーちゃんもさ、その弁護士に請求来てやで、ずっとは無視できひんからな、多分裁判までなったら、ああ、で、じゃあ弁護士雇いますって言ったってタダでは雇われへんと思ったら、もう何もかは、うん、返す方がいいような気はするけど、でもまあどうやろうないや、ゴージャスマンと思う、多分、いや、誰も出さんやろさすがに、それは自分ちゃう、言うたら、いや、今回まゆちゃんさっきコメント来てたけど割と慎重やったで、頭抱えてるらしい、まゆちゃん曰くやけど、うん、これちょっとムズなってきたなって言ってた、まゆが、コウちゃんからご飯をおごって、なんで私がおごらないといけないの、ああ、それはええよ別に俺も、うん、それ迷惑ちゃうで全然俺、うん、だってチャリで数字取れんねやったら別に全然もうこっちも飯うまなんで、うん、そんなん迷惑やと思わん別に、うん、ええよ、そんなんで恩感じんでいいぞ一切、誰も俺に恩なんか感じんでいいぞもう全部配信でやってんねんから、うん、
つきましてはほぼ自分のためにやってることしかないんで、俺は。まあそれ多少はあるやろうけどな、全部ではないやろうけど、うん、でもほとんどちゃうか、サラ金は。キャリーちゃんには1円も貸したことない。あの白井には何回かあるけど、うん、貸したこと。あ、おはようコロロちゃん。いや、キャリームーブはまだあれちゃう、あと1ヶ月は続くと思う俺、うん、乗り遅れるなよ俺。いやでもな、まあ、どこまで逃げるかやな、うん、どこまで、うん。キャリーにいくらなら、今のキャリーちゃんにやったら、うん、10かな、10までやったら貸せるかな、うん、貸せやで、あくまで、うん、いやその代わり10貸したらさ、10貸したのをいいことに全部閲覧に変えれるからさ。だからいわゆるまゆちゃん商法できるからさ、うん、そうそうそう、うん、10やったら稼ぐ。でも10までやな、うん。いやだってアイテムと閲覧で返ってくるもん、10貸したら多分、うん、ただアンチ多すぎるからあれやけど、いつになったら家帰れる。帰ろう、家帰ろう。あ、そう、俺帰ろうじゃなくて駐車料金払わなあかんわ。一回帰ろう、家で寝そべりたい。うわ、ちょっと待って、診察の1000円やわ、どうしよう。1枚診察やわこれ。夜は60品、2時から60品100円が2000円足りるかな。ちょっと待って、やばいかも、俺最大のミスを犯してしまった。ちょっとビジョンとか、やばいな、これやばいかも、うん、俺は戦う、もう誰も戦う、俺は誰のことも戦う。ちょっと小石投げるぐらいで、もうそれ以上はやらん。人の子ならシュッと出てくるべきち。いやでも機動の行きリストの枠ちょっとおもろかったけどな、絵面が、うん。まあ花屋さんはあの姿映すの NG、 行きリストマスク、弓吉マスク、こうちゃんマスクには笑ったけどな。、うんうん、あれは面白かったわ、うん、あれは面白かったわ、うんうん、あ、おはようございます。おう、そう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 、誰もちゃんと姿映さんやんみたいな。うん、なかなか斬新やったよ。うん、そう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 、うん、あれがだから逆に刺さったよな、絵面おもろいやんけ思て、あんなんずるいわ思て。うん、ああ、お、面白い。あ、釣りのとこは見てない、もう、うん、もう枠やってたから。まあでもいいやん、なんか最後みんな楽しそうに釣りしてさ、うん、ちょっと駐車料金払ってきます。あ、ちょっと待って、今のうちに延長チケット買っとこう。あ、うん、なんかやってたよな釣り、ちょっと待ってや。ちょっと待って、延長チケット買っとこう。延長チケットない。あ、うん、俺も釣り配信した。あー、でも昨日は釣ってないよな、タイトルで、うん、そっちの釣りはしました、はい。ちょっと待って、延長チケット買うわ。あ、ちょっとポイント交換じゃないわ、11枚買っといたらもう今日は足りるな。 OK、 全然4時間でせやな、全然。あ、そうやで、 iPhone15 Pro Max に変わった、あれちゃん。
あれちゃんもなんか今ダウンタイム中えらい顔なってるけど、もうそれみんな一通りやった後やからな。3番を煎じてるせいであんま話題ならんよな。まゆちゃん、せいじさんで、あれちゃんと、もうダウンタイムで数字取られへんで、いよいよ。まけんちゃん財布見つかってないらしいから、ちょっと今日の夜ぐらい家行ったろうと思う。イコボ無視。あ、そうそうそう、かわいそうやな、タイミング悪かったな、あれちゃんな。もうダウンタイムじゃ数字取られへん。あ、エサのためじゃないんや。まあ、それやったらあれやけど。あ、暇なんか。じゃ課金しいや、ここで。なあ。暇やねやったら。山田さん頑張れ、ファイト。はい、5×5 は76。パンオッケー、おっしゃ、いいよ、うまい。いいよ、M の人。うん。押すサイコロもないです、オッケー、いいよ。党の人、いいよ。え、あれちゃんってあれやん、一時山田のことを歌舞伎町で好き好きって言って追いかけ回してたあの女の子やん。やんな。でも、あれちゃん含む他3人ぐらい同時にホテルの位置情報を送ってオフ箱誘ってたことが発覚してプチ炎上したそのあれちゃんやん。うん、なあ。うん、俺あの時誰と誰と誰に自分泊まってたホテルの位置情報を送ってやったっけ。誰と誰と誰やった。3人に送るとかやばいで、ほんま。いや、カセやで。うん、カセやで。うん、そう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 。うん、カセです。で、あとその後同時に2人口説いてたとかも出てきたよな。大したもんやで、俺。あ、プーの人おはよう。パワーザソッケー、ごちごちオッケー。いいよ、うまい。で、その後、チムと付き合ってたよな、俺な。うん。その後、チムと付き合って。そうやさ、思い出した。うん。そうそうそう。あの時は、やっぱあれよな、そっちで名を馳せてたよな。今はもうそんなことないよ。あ、この人、4枚、パオン、あざす、オッケー、いいよ。うん。今はもう全然、もう、全く。あ、ただ、恋大きいとかじゃないね。うん。面白いかなと思って。そう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 。それが面白いみたいな。うん。全部配信のため。うん。全部配信のため。いや、今、俺、LINE 見せれるぐらいないで。うん。それ、勝手に見せたら怒られるやろうけど、全くない。いや、幸せ太りちゃうか多分やけど。あれじゃ、もうウッキーくんが稼いでくれてるから仕事してないとかじゃないか。わからんけど、ちゃうん、多分そんなんちゃうか言うたら、え、そんな太ってたん、ティムって。なんかあのガリガリタトゥーだらけのイメージやけどな。アユバーがもう諦めた。嘘でしょ。え、違うチムなん。ごめん、それチム違いらしいぞ。嘘でしょ。それ違うチムらしいぞ。の方じゃないんや。うわ、それで思い出したけど、はい、パオン、俺めっちゃ気持ち悪いこと言われたエピソード1個だけ言っていい？そういえば、チムさんに。ちょ、ウキ君ごめんやで。ウキ君ごめんやで。ウキ君ほんまごめんな。で、付き合ってた時の話やから。ウキ君ごめんね。ちゃう、それも大概キモいねんけど、もっとキモいなって。うん。山田、私のタトゥー全部覚えてよ。って言われる。私のタトゥー全部覚えてよ。うわー、知らんやん、もう共感性羞恥。きっしょ。
な、 EV だけ覚えた。 EV、 うん、 EV、 スポンジボブ、あと何やったっけ、うん、うん、EV とスポンジボブ覚えた、うん、うん、2個だけ。え、今いや何もないよ。今から家帰ってダラダラ雑談して寝る、うん、え、背中は入ってなかったと思う多分。え、背中って入ってたっけ。 両腕キャラクターだらけ、うん、両腕キャラクターだらけやったと思う多分え、そんなんあったかな。いや、ごめん、分からん、覚えてない。いや、それ1、2回は多分全部見てるやろ、そら、うん、そらさ、うん、それ何回かは全裸にはしてるやろうから、あれやろうけど、うん、私のタティ全部覚えてよちょっと駐車料金払ってきます。うん。足りるかな。診察も休察も両方使えるかな。マジかよ、うん、両方使えた、うん、よかった。考えんでよかったわ、いらんこと。よし、帰るぞ、疲れた今見なあかんアニメの続きないしな、うん、いいよな、もう帰ったら寝れるという頭で帰ろう。いやもうやばい。てかそろそろあれやんな。そうや、思い出した、月末や、月末にでっかい支払いあるわ。あ、思い出したわ急に、うん、思い出した。どうしよう、月末にでっかい支払いあんで、うん、あの市民税4分割の一発や、思い出した、今思い出したわ。あの市民税、まあ、あのしんどすぎて払いたくないからさ4分割にしてんねんけどさ、あれの第何期いかなあかんわ。誰かファンタスティック投げへんかな。いやそれはやらしいからあれやけど、数十万、4分割にして数十万ね。はい、忘れてたそれ一発払わなあかんわ、地獄だぜ。それに30日に予定納税の引き落とし数百万そんな高いとこある？ああ、ちゃそれって何？収入に応じてやから、うん。いや、俺払ってないで、中井。ほんまに俺4分割にしてる。うん、ほんまに4分割にしてまだ払ってない。うん、まあそのな何期か分は払ってるけど、もちろんな。ああ、払ってないで。持っていかれるより手元に置いときたい方やから言うたら。いや、去年は、何やったっけ、1500万やった、うん、
去年1500万円。ちょっとマウント取ってないって別に。そうそうそう、4分割4分割。え、普通4期で払うやろ、一括で払うやろ。そんなマウント取ってませんやん、僕みたいなただの貧乏人やのに。もう貧乏が染みついて離れへんわ。ちょっと市民税ちゃうって、収入が去年は1500万、今年は半分以下。涼しいな、え、今第何期やったっけ。あと 2,3 回払わなあかんかったと思うねんけど、多分やけど。第何期や、第何期や。あーきついわーマジで。もう運転してるだけでファンタスティック止まらへん枠とかにならんかな、ほんま。あー、ロング入った、ロング入った、どう作らすこい、どう作らすこいって、どうにかならんかな、ほんま。あバチ脱税もうええ番やって。あ、なんか今年から規約変わったわ。うん、あの無申告の方アカウント終わりますよ。うん、いやいや半分や。いやー、まあお月さんは誠司さんのとこ専属やとして、俺のとこ太陽現れへんかな。太陽さん現れへんか。でほんまに無申告やったらどっかでアカウント終わると思う。うん、もう何、あの調査ここに入ったら終わりや多分。お、消えろ消えろ、あ消えろ、配信者どんどん消えろ。うん、でもうちょっと競争楽にさせてくれ。おどんどん消えろ、みんな消えろ。競争相手どんどん消えていってくれ。仕事しやすくなるわ。働きながら稼いでる人も申告せなあかんで、まあいい会社とかやったら会社でやってくれるけどな、一緒にあの経理の人とかが。消えろ消えろ、もうシルバーのやつとかもうみんな消えろ。お前ら人気になるな。ま、税金で詰め。税金で消えろ。え、いや絶対じゃないで、絶対じゃない。それはあれちゃう、自分とこの税理士とよく相談してどっちが得か損かでやるべきやと思う。いやいやいや、シルバーとかのやつが急にバーン上がってきてやで、言うたらポストやまた取られたらどうすんねん。消えろ消えろ。俺みたいな運行不意増えたらどうすんねん、言うたらいよいよバレるで。え、いよいよさ、あの誰でもでき、誰にでもできることっていうのバレて、な、あれ運行不意って簡単じゃんってなりだしたやついっぱい増えたら俺曇るから消えてくれ。あれ俺でもできそうっつって、あ案外がっつり運行不意増えだしたらしんどいじゃん。え、裁判費を経費にできるで、それはうちとこの税理士も言ってた。裁判費用は配信上起こったトラブルとかでやるやったら、経費になります。はい、できます。ちゃんとあの会計処理の項目に、何やったっけな、なんかあった、その欄が。せやな、1000万以下はした方がそんなんちゃうかったっけ。え、株はまたちゃうで、扱い。あの、法人にしてたら話別やけど、違うで。でも株は別にさ、分離課税で出せるからさ、言うて。処理そんなにややこしくないっていうか。まあ、本人曰く、今年からは申告してるらしい、相沢さん曰く。あ、せやな、もう。疲れすぎて、あ、朝焼け綺麗も見えへんくなってた。ああ、翔くんはでもあれやけどな、いや、
山田イズム積んできてるからな、そろそろ危ないな、人気者になりそう。翔くん結構山田手法を教えてあげたからな。いや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 、あの子若いから、あと3年さ、あのうんこ食い続けたらもうポスト山田や。体力あるし、あの子。あ、ありがとうございます、無料アイテム。インボイスは登録してなくても別に脱税っていうことにはならんって言ったら、どういうこと？だってインボイス別に登録してへんかったら、その消費税分みたいなはあれちゃうかったっけ、勝手に運営さん側で引いた分を渡されるになるから。ああ、そう処理方法変わるだけやで、結局のとこ。結局払わなあかんからな、ほんで登録してない。いや、うちんとこの税理士も最初ちょっと悩んでたけどな、その登録した方が得ラインと損ラインあるらしくて、言うたらで、何年かはあの、何やったっけ、なんか有用期間あるからみたいな、うん、っていう話やったで。あ、ちなみに俺もしてるで、インボイス登録な。うん、いや、それはないやろ、さすがに。山田独立ってどういうこと？個人事業主なんて独立してんのと一緒ちゃうの？うん、課税事業主って業種決まってるやろ、確か。課税事業主って、何やったっけな、くくりて言うと、貿易やってなあかんとかなかった？じゃあごめん、俺詳しくないねんけど、そんな、ポットでの作りたてほやほやの会社とかが、それになられへんかったはずやねんけど、結局、大企業優遇やねんやろ。そもそもインボイス自体が。はい、パオンアザスオッケー。ちゃうかったっけ？なられへんやろ、そんなの。なれんの？税理士に丸投げしてたら申告書は税理士のハンコ。申告書は税理士の、そんなんもう電子じゃなかったっけ？いちいち書面にしてるもんな。してないやろ、電子申告やろ。税理士やったら余計そうするやろ。ちゃうの？いや、俺もそんな別に詳しくないで、言うたら。ややこしいことはプロにお任せしてるから。うん、1000万超えの売り上げあれば、課税事業主。ちょっと待って、俺が間違えてないわ、多分。うん、俺がよう分かってない。いや、税理士にその青とか白って、結局税の分、なんかその優遇枠の大きさだけの話やからさ、その売り上げ500万円しかないしかっていう言い方変やけど、うん、とかやと別に白で出しても別にええと思うねんけど、結局枠やから、言うたら経費にできる枠の大きさだけの話やからな、白と青って。いや、白で、まあ、税理士いらんけど、別に白で税理士おってもいいねんで、別に。ほんで、別にいい、あ、なんか入れたらあかんってことではないからな。そうそう、控除が少ないね。できる人はできるよな。でももう無理。あ、青で税理士入れんとやるわ、もう怖すぎるわ。結局税理士入れとくんってさ、税務調査入られにくくするプラスアルファ、入られた時に対処してもらえるっていう、うん、そこやからな。いや、去年はな207個、今年はもうその半分以下。
また道間違えた。山田無申告ちゃうで、見せてんで俺、うん、166俺見せてるで。無申告の人がどうやって所得税あんな何百万も引き落としくるん俺売上用の口座も見せてるからな、ここで。なめんなよ、なめんなよ。俺ほど透明性のある税のやり取りやってるやつおらんぞ、多分見せてるからな、うん、まあでもいつか法人にしたら絶対見せへんやろうけどな。何を言ってんの、見せてますよ。節税、あ、だからあの、そうな、そのまあその税理士さんからな、あ、ちょっと今月売り上げに対して経費少なすぎるから、ちょっとこんなん買ってみたらどうですかぐらいやで、言うたら、うん、どうですか、あの会計処理用のノートパソコンちょっと古くないですかとかぐらいやで、ようやっても、うん、それすらそう汚いことしてない全然、うん綺麗にやりすぎぐらいやと思う、多分もっといけんもんだって、もうほんま言うたらな、あの私利私欲を肥やす経費の使い方できんねんけど、やってないもん。だってあの配信でさ、動画で俺って全部残っちゃうやん、言うたら動画で全部残るやん。であからさまにさ、あのそういうことやってるとまた調査入られた時だるいから、もうええねん、ちょっと多い目ぐらいに払ってあげよう、うん、ちょっと多い目ぐらいに払ってあげよう、もう税金な、うん、でな、あのそうやってあのヒコポンという生活保護のあのリスナー兼配信者を育てて、うん、でうんこ食わしてもらったらいいねんな、持ちつ持たれつ、うん、ところでなぜ年収1500から半額になったの。いや去年はたまたま良かったん、いろいろ、それは法人にしてな、無理219、無理さあな、まあ領収書は大事やな。まぶしい、めっちゃまぶしいな、朝焼けが、いや今年はもうがっくしっすね、166、本当に、うん、もう今年はあかんわ、今年はもうダメやわ、うん、本当に、うん、地方見えへんやんけ、ほんま眩しすぎて見にくい、うわマジで見にくい、あかんわ、これ黄色やな、かろうじてわかるわ、これ青になったかどうか全然わからん、うわ隙間から見なあかんわ、ちょうど太陽の位置で信号バリ見にくい、見分けるわ、宅の領収書はレシートプリンターで、まあできるな、やろう思ったらな、そんなことせんけど あそうね、ふわっちはいい、あそうやで、だからカリーちゃんもさ適当に白で出したらええねん、白で適当にな、いい加減にそれ出しといた方がええで、絶対後で来るから、おい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 、750万信じてるやつおるぞ、誰かツッコミ入れろよ、おう信じて、今年半分を真に受けてる連中おるぞ、誰かツッコミ入れろよ、いい加減、おうじゃないとただの嘘つきになるぞ俺、おうおうお前信じてる人おるぞ、あかん黄色や、見に行く、毎月ポイント見せてんのにな、うん、結構やっぱにわかさんも多いねんな、うん、今年半額なわけないやん、言うたら半額なわけないやろ、うん、わけないやん、毎月ポイント見せてんねん、言うたら、うん、足し算して毎月見せてる売上分、うん、足し算していって、今年は荒れちゃう、まあなあ去年よりかいいですね、はい、いいと思います、
ありがたいことにね、なぜだか僕みたいな一回の物乞いが、いや、そこまではいかんと思う、ぶっちゃけ、さすがに無理やと思うわ、いかんわ。すごいとこ泊まってくれるな、すごいとこ泊まってくれるな、すごい後ろ姿美人やな、よいしょ。セブンイレブンでなんか買って帰るか。今日はもう家まで帰るわ、家まで放送持ち込むわ。せやな、大阪国税局さん、しっかり納税させてもらいます。だから税務調査入らないでください。多い目ぐらいに払うんで7NOW の割引って何？ 7NOW の割引って何それ。ポスト誠司さんなんでやねん。あるかそんなもん、ないわ俺みたいなもん、勘弁してくださいよ。山田は6、7、8の3ヶ月で900万もあんの？そんなにあんの？もうそんなもうめんどくさいことに時間使いたくないんだ。俺はもう配信業者やから配信するだけです。あ、お久しぶり、パオン、アザス、オッケー、クラッカー、いいよ、お久しぶり。マジで超久しぶりじゃん。もう、しばらく顔見られへんかったよ。マジで。超久しぶりじゃん。何してたの？心配したよ。マジで。おい、山田、いや、俺、この俺がやで、タヌキのブロック入れてるってことはよっぽどやで。解除せえへんのちゃうか、多分。よっぽどやで。今そのアカウントでアイテム投げてくれたら解除する可能性はあるかも。あとインボイス登録したら1000万以下じゃなくても消費税課税。そうそうそう、配信だけで生活してたらたまに不安、全くならん。だってもう俺腹くくってんもん別に、無理だったら無理だったでその辺でアルバイトしたらいいだけは思ってるから、だから俺別に生活レベルとか一切上げへんし、全然で最悪どうしようもなくなって手持ち資金貯金全部尽きたら俺生活保護受けるし、全然不安じゃないな、生きていく上では最高やで日本、最高やで。労働せんでも暮らせる環境を用意してくれんもんな。しかも俺それなりには納税してきたからさ、受ける権利あるやろ。じゃろじゃろ、全然余裕、イージー。しかもさ配信やってるおかげでさ人に後ろ指刺されんのなんとも思わんもん、最強やで。いや甘いな207号、そんなもん斡旋してる弁護士に金払ったらすぐ通してくれるわいそんなもん、その分の預金だけ置いてたら価値格じゃなめんなよ。そんなもん通せるよ言うたら、ええよ俺そのためにやったら精神科でもどこでも通って、ちゃんと2級なるしほんで、おるよ余裕で、ググってみ、生活保護受けたい弁護士でググってみ、いくらでも出てくるわ、そんなん持って話の持っていき方が下手くそやねん言うたら、だからあれやん、自己破産してからやろ、さっきあんねた詐欺ちゃうやん、詐欺ちゃいますやん、働けないねん俺は、働けないから生活を保護してもらうね、
って考えたら別にどうにかなるよまあ正直ホームレスはちょっと嫌やけどな、ぶっちゃけな。もうそこまでなったら自ら他界する方を選ぶやろうけど、うん、そうそう、余裕よ、余裕、うん、いい食住人絶対困らんからな、もう余裕よ、いいぜいいぜ、あ、全然いい全然いい、逆にいいやん、うん、なあ、配信者の人がさ、あの生活保護になった俺をさ、ネタでさ映しに来てさ、損壊ありに裏でこそっとお小遣いもらってさ、うん、ありあり、ええよ、一緒や、うん、みんなで俺をおもちゃにしたらええね、うん、自分もしてきたことやし、ええよ、うん、そうそうそう、なあそれでいいよな、言ったら、うん、いや だからあの全然不安にならへんよな、言ったら、うん、全然不安ならん、あかん、止まろ、なんかまあ 今のとこ台湾有事に巻き込まれて戦争とかもならなさそうやしな、今のとこは、うん、平和よ。いや今日はもうコンビニ、信号 見にくい、めっちゃ、うん、あ、頑張ります頑張りますよーい、全然全然いい、もう何時間も暇つぶせてでお小遣いもらえて、もう全然いいよ、で帰るもん、もうまっすぐ帰る、うん、せやね、太陽と信号重なってマジで見にくい、これ危ないよな、なんかな、今はそんな言ってるけど実際やられると、あー、金梅さんでも生活保護じゃないじゃん、ちゃうじゃん、で金梅さん俺行った時怒らんかったで、全然笑ってくれてたで、大丈夫やろいや大丈夫やって、 TikTok もあるから、山田台湾有事来て、いや戦争に参加せなあかんってなったらもう亡命する、うん、まあ俺英語も達者やし、うん、亡命します。ええやん、亡命でやん、もうどっかの大使館にでもさ死ぬ気で突入したら価値格やから、うん、亡命します。いや亡命、そんなぬるいこと言わん、うん、亡命、うん、難民申請ちゃう、亡命します、そうなる前に、うん、でそこの国籍に変えてもらう、だから あれやん、あのどこやったっけ、あの CIA のあいつがさ、名前忘れたけどさ、やったやん、あの絶対暴露したあかんこと暴露してロシアに亡命したやん、あのパターンでいくぞ、あ、スノーデンさんやった、うん、絶対したらあかん暴露して亡命するわ、まあ、俺国家の機密情報を持ってるからな、やっぱり元自衛官だけあって、うん、ああ。やっぱ元自衛官強いよね、うん、軍事国家は欲しいやろ、うん、俺みたいなやつ、うん、それで行こう、その線で行こう、うん、あーよかったマジで、自衛隊時代特殊部隊いいんでよかったマジで、拾ってくれる国あるわ、あー、だから別班のやつだけ気ぃつけなあかん、うん、あいつらちょっとやばいよ、うん、別班のやつだけな、あの気ぃつけなあかん、はい、パオン、ゴシゴシ、オッケー、いいよ、うん、あいつらやばいよ、うん、
海外にもね張ってるから。あ、フルアイテムありがとうございます。アコム借りさせたのキャリーなんだってね。あ、せやで。アコム、じゃあアコムを教えたのがキャリーなのか。亡命するコロンビア。うん。コロンビアやな。ああ、僕メディックです。コロンビアでええやろ、コロンビアで。コーヒー美味しいし。なあ、コーヒー美味しいしな。で、俺ペコペコすんの得意やからさ、もうそっちの人に気に入られそう。あ、おはよう。え、キャリーどうすんのかな。死亡吸引の自立強制はな、すごい未遂で終わってる。なんでコロビア、コロンビアなの。いや、軍事国家やから。うん。あ、だから、まあ、日本で言うと、例えな、だから、ヤクザと、軍が、なんかお友達やね、もうコロンビアはな。で、俺みたいに、元自衛隊特殊部隊員って、軍事情報めっちゃ持ってるから、優遇されるやん、向こう行っても。うん、だからマフィアと軍がもうズブズブやね、うん。例えばな、マフィアのやつが、お、あいつ殺せっつったら軍動いて殺しちゃうねん言うたら、うん、そんなとこやねん。で、国を挙げて麻薬産業が盛んで言うたら、うん、そうそう、あ、そうやで。いやいや、俺みたいな自衛隊元特殊部隊員はさ、重宝されるよ、向こう行って。うん、ちなみにスペイン語喋れます僕、はい。メキシコはダメ、メキシコはもうダメや。あメキシコはもうダメ。あ、もう単に治安悪すぎる。うん、メキシコはダメだわ。あ、割れてるから中で、ほんで、あ、だからあれや、移民しまくるやん、アメリカに。あれもダメやわ。コロンビアな、まだな、統制が取れてんねん、やっぱり。そうそうそう、もうメキシコはダメ。そのか、あとカルテルでも派閥あるから、メキシコは。うん、コロンビアはな、もう一つやね、最大勢力が。うん、一つ二つやね、うん、カルテル。ああ、だからまあ言うたら、まあ一生言うたら、麻薬を取り巻くなんかそのマフィアみたいな団体。パナマ、いや、もう共和国ってつくとこはあかん。お金持ってるけどな、パナマ共和国やろ、だって。共和国はダメ。拮抗してるよね。コロンビアがもういいよ、分かりやすい言うたら。もう警察もつぶつぶやから。警察も軍もみんなお友達やから。せやな、世界の貿易はそこで決まるって言われてるからな。あの運河通んのにバリ勢に通んもんな。基本だってもう共和国ってつくとこは何、資本主義じゃないよね。無理やろ、イギリスは無理やろ、イギリスは無理でしょ。
ちゃんとせない切られへんと。いや南米に住んでたんちゃうねん。あの台湾有事になったらどこの国に亡命しようかっていう話。うん、いやコロンビア一択みたいな。ちゃんとせなあかんわ。いやいや台湾で有事起こんのに、なんで台湾やねん。あっこが多分戦争の舞台になるわ、このまま行ったら。っていうか多分もう10年後には台湾じゃなくて中国になってそう。中国自治区台湾とかになってそう。なんかマカオみたいになるんじゃん。マカオみたいに、あんな感じになるんじゃん。豚飛べパオー、あざすオッケー。いや南半球は不便やわ、南半球は不便やわ、移動できひんくなる、いやもう無理や、無理、台湾はもう無理や、絶対中国になるわ、俺ら生きてるうちに 100% 中国になるわ。いやさ、もともと CIA をおったよ俺、もう今やから言うけど、昔は CIA をおったよ、マジマジ。エージェントナンバー、606、いやその時にもらい事故するんじゃないかって言われてんやろ、台湾有事でな、やっぱアメリカもちゃちゃ入れるから言うたら、アメリカがチャチャチャするやろ言うたら、 CIA って何の略？キャビンアテンダント、いやいやアメリカは日本守るよ、というか日本ってアメリカやから。あれはどこ行った、置いてきたどっかに、どっかに置いてきた。いや、中国 VS アメリカじゃないよ、中国 VS アメリカにならんやん。ロシア、中国 VS アメリカ、世界みたいな感じちゃうの言うたら、小競り合いやってるじゃん、今もウクライナで小競り合いやってるじゃん、あれが世界の構図というか縮図でしょ言うたら。いよいよアメポンやで言うて、日本はあのアメリカですよ、敗戦国なんだから。CIA はキャビンアテンダントではありません、それだけはわかる。ああもうアメポンやで、アメポン。おお、岸田は何しに米国へ。いや麻雀っていう文化を広げに行ってるんやと思う、多分な。キャリーとアイザーさんどっちが好き？あー別にどっちも普通やけどな、どっちも無。おはようございます。いやだから今アメリカで賭け麻雀やってると思う、多分岸田さん好きそうな顔してるやん。あーお疲れ様でした岸田さん、はい、増税クソメガネ、インボイスだけは納得できひんけどな、まあ、お疲れ様でした、はい、あの安倍さんの二の舞にならないように気をつけてください。いやまたこの配信見るよ、全然見る、見んで、天然ストレートさんの枠一番見てる、あでも視聴者になって見んのは そこかぐらいかな。ただその リサーチという意味で見るはいろんなとこ見るけど、視聴者は、
高橋さんのとこだけ。いやいや、イギリスの枠も見るけど、それはちゃうやん、あの運航部位レーダーやん、言うたら。私は大学いたら頭おかしくわかるわ、わかるわ、わかるわ。いやでもそれが面白いから見ちゃうよね。だから高橋さんの枠おる、高橋さんのとこでコメントするときは文庫食いレーダーやけど、あの視聴者してる、だって別単案もう俺別アカウント、そうそう、天然さんのとこはもうほんま視聴者をやってしまう、よくないねんけど、リスナーさん やってる。高橋さんとこぐらいちゃう、リスナーさんしてんの。別になんか一時は8個ぐらいあったけど、今もう2個に絞ってる。別にもう別単自体も視聴用やからもう今。ああ久しぶりに始まった、青さん。青さん全然連絡返してくれへんからな。え、別に不仲ちゃうで俺。イギリスト君がただ山田のこと毛嫌いしてるだけちゃう、知らんけど、山田から見て好き嫌い抜いて、ああそりゃうまいと思うで、うまいっていうか手込んでるなと思う、言うたらあの裏でしっかり段取りつけて準備して始めるん多いよな、言うたら。わかる、下準備してちゃんとエキストラいっぱい入れていって、うん、そうそうそう。ただ即興は下手くそやなと思う。即興は絶対俺の方が上、行き当たりばったりで持っていくんは俺の方が絶対うまい。 あとシンプルにアイテムもらうのはあの人の方がうまいです。うん、うん、ただ即興は絶対俺の方が上、自信ある。行き当たりばったりであの適当にやって伸ばしていくのは絶対俺の方がうまい、うん、それは自信ある。ただうまいで、イギリスト、うまいと思う。顔の違いってだってあいつ顔の半分隠してるやん、言うたら、うん、顔は関係ないやろ、だから。ココスのバイキングなんかあんの？いやせやな、うん、でもそれイキリスト VS キャリーじゃなくなりそうやけどな、うん、いやでも多分キャリーちゃん側に誰かつくと思う。敵に回したら、まあ、しつこいからな、あれ粘着力エグいからな、自分でアロンアルファって言ってるから。いや、やばいとかではないけど面倒くさそう、うん、そう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 、まあ、だから気弱い人とか気ちっちゃい人はあの潰れちゃう人おるかもな、あんだけボコスコいかれたら、うん、あ、おはよう。ただ花屋さんはワードセンス鬼やけどな。うん、ようその言葉とその言葉ひっつけるなとか、うん、花屋さんワードセンスがえぐいよな、いかれてんちゃうかな、あのワードセンス、うん、花屋さん話もうまいわ、ほんで、うん、はい、おはよう。さあ帰ろうぜ。なんか花屋さんちゃうねん、ワードセンスやばいねんって、ほんま。おお、ワードセンスがやばい。あれみんな、あれ欲しいよな、あのスペック欲しいよな。なんでその言葉とその言葉ひっつけるかなとかさ、ようそんな言葉出てくるわみたいな、
あるけどな、ハッハッてするけどな。そうはね、それがもったいないよな。でもおすすめ規制でもあれやん、コラボとかでさ違うアカウントで横に移ったらやっぱ爆発力あるよね、花屋さん、うん、よし終わり、お終わりです、うん、花屋さんそう、うん、ある、うん、愛ある、それは思う、うん。え、いやいや帰るよ、このままつけて、いやまだ終わらんよ、言うたらこんな中途半端に、もう1時間半ぐらいで終わらんよ、やるよ。あ、ありがとう6マス、ありがとうございます、相葉。あ、せやな、基本ブロックあんませえへんな、何書いてもな。感想までいけるかな、持つかな俺が、うん、帰ろう、そのまま帰ろう。何の音これ、何の音、何の音、なんか変な音しなかったな。よし、なんか音したような気すねんな。コンビニ寄る、だってお腹すいたもん、うん、え、寝ないの、寝へんよまだ。よし、充電、充電、いや iPhone15 は16は R 社長がくれるって言ってるから待っとく。あ、せやな、今度東京行くとき余裕、時間に余裕あったらさ、まあ、帰りでもいいけどさ、名古屋寄らなあかんな、うん、うん、名古屋寄らなあかんな。まともな食事どころかまともな生活してない、配信時間長すぎて。いや女ちゃうから、久保山さん目当てやから、やめてよ、そういうのやめてよ。うん、あ、おはようきょんちゃん。でも松平さんこないだので怒ってそうやけどな、なんか急にコラボ上がってきてバトルお願いしますって言うから、なんかかけた方が面白いでしょうって言って、負けたら納税証明出してくれって言ったら、もうブチ切れて勝手に落ちていって、うん、文句垂れられてたみたいやから、怖いわ、来らへんかな、うん。バーン、コラボから落ちていきはったからな、うん、ふんぎりされたよなあん時。よいしょ、え、松平さん知らん、あれでなんかちょっと嫌なやつなってないかな、うん、全然ウェルカムやけどな、松源さんな。うわ、ちょっと寒い、猫虐待してる配信者いるの知ってる？いや、豚虐待してる配信者は今いっぱいおるけどな、コロナなんや。あー、そうか、うん、知能指数足りてない豚をあのめった叩きしてる人らはいっぱいおるけどな、うんうん、うん、ひでえなあ、ほんと言葉遣いが、うん、よくないでそういうの、うん、寒っ。いや知らん、猫いじめてる人知らんな、言うたら俺猫好きやから猫はいじめんといてほしいけどな、うん、犬やったら我慢できるけど、うん、猫はやめてほしいけどな。うえよ、うん、うん、不正やと思う、無料外苑飛び続けんのは。
え、でもええんちゃう、うん、無料飛び続けたぐらいでランキングの順位変わらんやろ、うん、サブ、うん、やっぱ猫やんな、うん、やっぱ猫やで。あ、君たちに一つ教えてやろう、うん、一つ教えてやろう、うん、俺のプライベート空間、うん、一つだけやで、内緒やで、みんな内緒やで。俺が足しげく足を止めて、うん、途方に暮れてる場所があんねん、見せたるわ、うん、見せたるわ。ここの猫カフェです。保護猫カフェ、コロンさんです。はい、内緒やで、うん、まあ俺猫好きやからな、うん、うんこじゃないわ、うん、うん、1回しか行ったことない。え、俺中入ったことないで、うん、外でずっと見てんねん、うん、あ、八尾です。はい、もう着きました、帰って寝ます、うん、無料だけで1位、いいよ別に、不正やろどうせ。身長189。こうちゃん近所におるらしいけどな、うん、会いに行かへんな、うん、もう人と会う元気ない、体力ない。今日はもう絶対にあと4時間以内に終わるって決めてるから、うん、ちょスマホ見といてくれへん、あのコンビニ行って朝ごはんだけ買ってくる。駐車場遠いよな。たまたまさ、あの大雨のとかの時はもうここ入れちゃう時あるけどな、うん、家近いから。24時間900円やし、インボイス登録してなくても 1.82% でかいやろ、うん、どういうこと。183つってるじゃん俺身長、なんでそんなちっちゃい設定にされてんねん。あ、うん、セブン寄る、お腹すいた。ちょっとスマホ見といてな。ここ置いてたやばいか、ここ置いとくか、あ、公園に置いとくわ。ここやったら多分怒られへんわ。ちょっと香川くんのは置いてったら怒られるな、うん、こうやっとくわ。え、ちょ待っててね、ちょ待っててね。
よし帰るぞ。50円お使いくださいちゃうから。158はやばいやろ。おめっちゃおもろいやん。あ、そうやで、猫カフェあるで。153 小学生かよ。あ、行ってみ行ってみ。あ、ほんまは181。うん、サブ。養分知らん、2センチぐらいじゃん。養分2センチ。養分2センチ。はい、ありがとうポン。え、リアルの身長は179。よいしょよいしょ。うわ、鍵変なとこ入ってる。でかいで、うん、うわ、起きてる、起きてはるわ、うん、グッドタイミング。嘘でしょパオン、朝そっけいいよ。いや、マジ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 、うん、何してんの。新しい芸覚えた。あ、新しい芸覚えた。おお、やばいやばい、もう稼ぐ気満々やん、マジやん、やばいよ、新しい芸してるやん。おお、えぐ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 、やばいって、これもうファンタスティック飛びそう、マジで。新しい芸してる。アイテムください、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 ほら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 。あ、パワーザス、オッケー、いいよ、うまい。M の人、ほらほら見てみ、アイテムください、アイテムください、アイテムください。うーわ、えぐいって。うーわ、バレ早いやん、やばいって。うーわ、ほらほらほら、うん、もうどん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 アイテムかき集めて、うん、おやつ代の足しにパワーザス、オッケー、いいよ。でもさっき俺が飯食うわ、腹減った。さっき俺が飯食うわ、うん、こいつは後や、うん、本来まだ時間早いからな。アイテムかき集めてた、今ガーって、うん、有料アイテムください、有料アイテムください、有料アイテムください、うん、よいしょ。ちょっと待って、これスピーカーこいつ使ってたっけ。あ、そのなんか、うん、ご飯食べよう。手洗うか。ちょっと音うるさい。車用とだ、家用でスピーカー分けてんねんな、もう持ち運びめんどくさいから。このぐらい、このぐらい。あ、家っぽいのにする。せやな、でも家っぽいのにしたらさ、アイテムくれへんくなるからさ、あんねん、そういうの。家っぽいのにしとこうか。これでいいっすか。これでいい。あ、これでうるさい、これでうるさい。あ、おはじょり、おはじょり、うん、お、そういえばおはじょりで思い出したけどさ、藤沢奈々がさ、俺と朝日奈の動画見て爆笑してたらしいよな、マジそれ。とどろいた、また。
そういえば藤沢なんかさ、あの俺のあのツイートに上げてる動画見てさ、大爆笑してたらしいって言うたら、腹筋崩壊したらしいぞ。ちょっと割とマジで腹よじれるぐらい腹よじれるぐらい笑ってたらしいで、もう。あ、そう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 。あ、そうそう、東電のやつ。知らんかったやろ。あれは誰でも、いや、別に そこまでなんか考えてやってたわけちゃうで。おー、なぁ、なんかツイートもバズってたしな、言う。そのバズった後のツイート、うんこついたパンツやからな。えぐいよな。振れ幅えぐすぎるやろ。山田さんのエンタメは、おー、なぁ、えらい評価してくれてて言うたろ。あ、すいません、俺としたことが疲れすぎて忘れてた。え、これ2個以上うん、これかけ2終わりです。はい、うん、え、骨は一応 R 社長に言われたところにも送っといた。それ以降知らん。うん、うん、何2個ネズミうるさいな。シュウヤン消えた。いや、朝比奈さんあれやで、花屋さんの提案蹴ったらしいぞ。ほんまか嘘かは知らんけど、この BGM なスタート01からやったで、確か。そういえばやけど、よしやん、保護を受ける方向でみたいな話しちゃうかった。あ、美味しいでこれ。はい、パオンミーの人、これ美味しいっすよ。社長、いつもありがとうございます、ほんま。あ、元祖はまだみんなんや。そうそうそう。うん、ジュー君出会い。どこやった。ん、そうやで、男前やろ。フォローして、初見やろ。そうやで。うん。男前で面白いねんで。うん。もうフォローするしかないやろ。いや、フォローしてよ。うん。あ、めこや。あ、すいません。あ、しかも優しいで。うん。あ、そうやで、無料フォローバックキャンペーン中やから今。うん。うん。おい、加工はないです。はい、加工はいるくない。あ、すいません、忘れてるだけかもしれへん。好きな食べ物は女子。うん、田舎やからな。うん、広いよな、田舎やから。うん、おはよう、パオン、ゴシゴシ、おはよう。キーの人、おはよう、3回目ありがとう、ゴシゴシ。もう、おはよう。そういう人を待ってる。うん。そういう人を待ってる。あ、そうや、田舎で、大阪の田舎の方やねん。うん。八尾市本町7丁目、7の16っていうところに住んでる。これパチモンやで。うん。うん。うん、そうや、花屋さんのな、お店の事務所から近いらしいわ。それは花屋さんもコメントで言ってた、来た時に。めっちゃ近いやんっつって。うん。あ、ここ、パン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 。コメントやのに物まねせんでいいよな。花屋さん仲いいで。うん。
うん、なんかイギリストさんは俺のこと毛嫌いするけど、うん、花屋さん仲いいよ。仲いいって言ったらあれやけど、うん、はい、10個パンあるとっけ、いいよ、サイコロ。花屋さんでかい、うん、あ、これ関西限定らしいわ。関東で売ってないらしい。いや、俺のがリスペクトしてるわ。家臣はさ、あいつふかしてただけ、マジで、うん、黄色いのは、キャベツをカレー粉で炒めているというやつ。あ、ケリーの話まとめると、うん、元気、うん、まとめたよ、元気、うん、キャリー元気。あ、せやで、そこ17号そこそこ、うん、すごい元気、うん、うん、まとめすぎた。白井も元気、うん、うん、わあ、そうなん、ゆきくん、そういう一面あんねん、うんうん、今から2時間はできへん、うんうん、昨日放送時間長すぎてさ、うん、いや、山田口っていうか多分全身臭いと思う、うん、やっぱタバコ吸いまくるやん、車の中で、うん、口がというよりかは多分全部臭いと思う、うんうん、乾燥は無理も、あ、恋してんの、野田さん頑張ってるまで、はい、パン、私、臭いと思うで、多分タバコの匂いやばいと思う、うん、ファンタローはな、全然なんか変な匂いせんけどな。シュウヤンとキツネは、キツネさん元から消息不明やろ、うん、いや、四甲内なんかあれやで、財布なくしたらしいで、だから今日の夜行こうかな思ってる。あいつ銭ないやろから、うん、香川くんむちゃくちゃええのくれたで、あの人アホやろ、うん、これマジで3万超えるらしいで、ニット帽で、うん、いや、あの人アホやろ、うん、俺全身パチモやのにさ、うん、う、本物くれた、うん、で、俺ニット帽似合うで、多分、まあ、まあ、まあ、いけるやろ、いや、似合うやろ、うん、別に無理じゃないやろ、うん、おるやん、おるやん、アメ村とかでさ、うん、ちょっとおしゃれ風吹かしてる感じやろ。せやで、これむっちゃ高いねんで、やばいわ。配信者やってて初めてよかったと思える瞬間やったわ、うん、ちょっとこれはあの時期まで被らんとおるわ、もったいないから、汚れたら嫌やから、いや、タトラスじゃないと思う。タトラスはタトラスって書いてるやろ、うん、ヘルノ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 、いやでもな、ヘルノアイテムもヘルノ、うん、アイテムもヘルノ、え、訴えるみたいやで、訴えるっていうか請求するんじゃない、ちゃんと、うん、
あ、キャリーの件。あ、まあ、昨日ちょっとさ、俺現地調査行ってんけどさ、あのその何だっけ、矢沢お肉さんっていう人を、あの何高速後ろ回し蹴りで肋骨7本折った話聞きに行ってんけどさ、キャリーちゃんが、うん、ここでいいか。スマホクーラー入ってる？大丈夫？ニア弁から証言取れたのはでかかったよね。ああ完全中立サイドのやっぱニア弁さんの話聞けたのがでかかったよね、うんうん、あれがでかかった。ホワイトボード持ってくる？持ってくる？久しぶりに。めんどくさいねんな、でもホワイトボード、うん、でもな、こう近づいていったら髪の毛だらけやで、言うたら使わんからまず汚れへんっていう概念やからな、俺んちは。ホワイトボードめんどくせえ、めんどくせえ、持ってくんのめんどくせえ。ホワイトボード持ってきて何にも書かんと自分の髪の毛やろ。あ、ちょ、落ちてんの見せたるわ。あ、ほら全部俺の髪の毛、ほら、ちょっと取れるか、ちょっと待ってな、床髪の毛だらけやで、言っとくけど、うん、掃除機が分かんねんな、全然吸わへんくなってもうてさ、うん、ちょっと俺一個約束するわ、一個約束する、あのファンタスティック7個くれたら俺ダイソン買うわ、うん、約束するからファンタスティック7回投げてくれへん？無理？約束する。うん、絶対買うからファンタスティック7回投げて、誰か、うん、無理無理か、うん、その手には乗らんか、うん、金ないって言ってるやん、マジで。今月予定納税プラス市民税4分割の一発かまさなあかんねんで、あるわけないやん、どこにあんの。日の車やわ、もう生きてんのも苦やわ、うん、いや、ほんでさ、あの、え、宮部の話やな、うん、宮部の話ね、うん、ね、宮部さんからの証言ね、証言1ね、うん、あ、おはよう、おはよう。あ、ちょ待って、ちょ待ってな、もうカテゴリー僅差やん。ちょ誰かほんま1位にして、もうカテゴリー、ちょ無理、あかん、カテゴリー1位にしてくれへん、あかんか。無料アイテム残ってない、無料アイテム先話すから、はよ宮部に喋るから、無料アイテム残ってない、結構僅差やで、迫ったで、だいぶ。あ、そう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 、あ、おはよう、紅茶パンマです。で、その間に豚とか挟んでいってよ、象とか、うん、その間に豚とか象1個コツ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 って挟んでいってよ。で、サクッと俺のこと、あー、ありがとう、象パン、朝そっけ特命さん、いいよ、すごい、そうそうそう、あの人そのアプローチいいよ、はい、ゾウパオン、アザスオッケー、いいよ、ミーの人ありがとうございます、はい、カーの人もパオン、アザスオッケー、いいよ、そう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 、うん、そうそうそう、うん、おー、いいよ、ビジネスなサイコロはもうウェルカムやで、うん、そう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 、続けていこう、うん、はい、おはようザキちゃん、はい、豚パオン、アザスオッケー、いいよ、そう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 、はい、ゾウパオン、アザスオッケー、そう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 、ミーの人アザスオッケー、オッケーオッケーオッケー。で、その間に、あ、銀の花火でもいい、いい、いい、何でもいい、何でもいい、うん、何でもいい、何でもいい、うん、そう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 、うん、そうそう、うん、あ、ダイソンやめた方がいいの、いい、ちょっとお掃除機買わなあかんなみたいな、あそこ金メガとかもいい、そう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 、やればできるやん、
はい、ゾウ 1×5 は9。パワーオッケー。ねえの人いいよ、かわいい、うん、いいいい、すごいすごい、うん、最高のアプローチを。あ、これでいいよ、パワーオッケー、ほんとね。いつか一緒に淀川で花火見ようね。オッケー、いいよ、うまい、いいよ、そう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 、豚パワーオッケー、そう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 はね、豚いいよ、そう、週の人いいよ、週の人、うん、そうそう、週の人いい、めっちゃいい、そうそうそう。で、この間にドカーンってファンタスティック投げんねん、うん、そう、ファンタスティックドーンって間で、うん、で、倍出る、もうバサクッと1、うん、そう、流れ来てるから、流れ来てるから、うん、そう、コツ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 、はい、パンを出す、OK、そう、豚でもいい、はい、100、パンを出す、OK、そう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 、ロング入った、ロング入ったドンツク、ドンツク、ドンツク、ラスコイ、ラスコイ、ドンツク、ドンツク、あ、はい、豚パンを誘って、いいよ、はい、豚2枚パンをごそごそ、 OK、 いいよ、すごい、2位の人いいよ、2位の人いい、すごい見えてる、うん、見えてる見えてる、お、すごい見えてる、惜しき無駄ないです、いいよ、そう、うん、で、それを俺が何も言わんと永久に続けて、うん、何にも言わんと永久に続けて、はい、プーパンを誘って、いいよ、おし、10倍、ナイス、オッケー、パン、いいよ、数の人、いいよ、そうそう、10倍、そうそうそう、そう、意識していこうな、うん、意識していこうな、楽はしようとしてないよ、別に、してないよ、楽しようとしてんやったら、今日4時間で終わってるやろ、言うたら、昨日14時間もやってんのにさ、うん、いや、ほんで、話戻るで、はい、ゾウ、パン、アザス、オッケー、いいよ、この人、いいよ、この人、で、あれよ、あの矢沢お肉さんっていう人と、キャリーちゃんの一件証言取れました、宮弁さんから、なんと、あ、取れたよ、いや慣れてないやん、なってから言ってよ、証言取れました、はい、しっかりあの中立的位置から観測してた人から詳しく聞いてきました、はい、なんとキャリーちゃん矢沢さんの頭を300ナイスで言います、ああ、300ナイスで言います、はい、パンをあざす、オッケー、いいよ、右の人ナイス、オッケー、いいよ、うまい、ナイスアプローチ、うん、蹴ってましたねあ、ジェットあざす、パンをあざす、蹴ってました、で、ことの経緯聞いてんけど、まあ、あんつぶにまず最初に、キャリーちゃんと、川上と、チャミキがいてたと、うん、で、相関図で言うと、ちゃんみきと、キャリーちゃんで、まあなんか川上をどうのこうのみたいなことをやったらしくて、でそこに遅れてあの矢沢が登場で、派閥で言うと川上と、矢沢さんが仲良くて、ちゃんみきとキャリーが仲いいっていう状況で、で登場、後から、矢沢さんが登場で、ここでまたごたごた中で口論になって、で、もう取っ組み合い始まったみたいな中で軽く、ほんで中ではやめてくれって言って、あの外連れて行って、で宮弁とかも まだゴタゴタしてるから止めに入るけど、あの怒りの収まらなかったキャリーちゃんは、まあしゃがみ込んでタバコ吸ってる、誰、矢沢さんの頭に蹴り入れたみたいです。でそれは、宮弁さんがあの間違いないと、あの俺はもう目の前で蹴ってるとこ見てると。でもう一人あの証言取れそうな人がいてて、あの大輔さんも見てたらしい。せやな。でまあ宮弁さんの見解やと、まあみんな酒入ってたし、でまあその何、元から口論になってたみたいやから、
っていう、うん、そうそうそう、いやごめん、その転換発作中とかは分からん、そんなことは言ってなかった宮弁は、うん、うん、でその一部が YouTube 上に上がってるらしいです。いやでも宮弁が言うにはやけど、まあまあな蹴り入ったっつってた、うん、そのまあまあな蹴り入ったって、うん、いやなってんねやろ、多分なってるみたいだよ、うん、だって、それはもう宮弁はさ、別にどっちが好きとか嫌いとかなしでちゃんと言ってくれたから、うん、川上が矢沢は最終的に泡吹いて倒れた、まあそれも多分ほんまにそうなんちゃうか知らんけど、いやそれがな俺分からんねん、 そんなんは宮部さん何も言ってなかった、うん、それは知らん、うん、ただ蹴ったという事実はもう間違いない、あ蹴りが入ったっていうのはもう間違いないわ、うん、届けてるみたいやけどな、 その辺のことはあんま聞かれたくないらしい矢沢さんは、うん、だからまあ そこら辺のことは詳しくはもう矢沢さんに聞いたら、うん、はあ、でもなんか謝罪の DM 送ったらしいでキャリーちゃんから、うん、でそれを今度は蹴られたらしいわおう、うん、それを今度は蹴り返されたらしい、うん、はい、まとめです。はい、パオン、アザス、OK、特命さん、いいよ、ミーの人、うん、いや、出してるみたいやけどな、うん、うん、それは直接聞いた矢沢さんにあのコラボで上がって、うん、今更謝っても絶対許さんって言ってた、うん、だからあれじゃあ、もうイギリストさんがさ、もう弁護士入れてガチガチでやるんじゃない、うん、ガチガチでやっちゃうんじゃない、もうせやな、なんででもキャリーちゃんは蹴ってないって言ったんかな、まあ、その辺気になるけどな、今でも後遺症で病院通ってる、嘘でしょ、大事じゃん、あ、たまに見てます、あのこれから長く見続けてください、ハートさん、よかったらフォローしといてください、お願いします、なんか課金してくれそうサムネが課金してくれそうだからフォローしといてください、弁護士費用あるなら、ああ、ひよこに聞かれた時やるわけ、ああ、まあその辺はな、まあ、またキャリーちゃんサイドからも何か来るんちゃうか、どこの芸能事務所、まあゆくゆくは、まあ、LDH とかから声かかってもいいかなとは思ってるけど、歌えるし踊れるし顔かっこいいし、うん、いや、なんかサムネで課金しそうん？いや、俺は別にそんな嘘ついてても疲れてなくてもどっちでもいいもん、うんうん、これあげる8枚パン、オッケー、いいよ、ありがとうございます、いいよ、あ、ハートちゃん俺のことフォローして、ハートちゃん、やろう、綺麗やろ、整え切ってるやろ、いや、年齢関係ないやろ、うん、だってジャニーズだってさ、うん、もうおっさんばっかりやん、いけるやろ、うん、いけると思うで、たぶんおしっこしてきていい、もう漏れそうやから、ちょっとトイレする、いや、どっこい、
トイレ行ってる間にファンタとか飛んでないかな。あー飛んでないな。もうさすがに飛んでないな。トイレ行ってる間にファンタ飛んでるかな思ってんけどな。タバコは吸いすぎやね。さあ稼げるネズミのコーナー行くか。よし。いやファンタロー君そろそろ行きます。稼げるネズミのコーナー行きます。よし頼むぞファンタロー。もうお前しかないぞ。え手洗ってない。よし今日はなんで今起きてたのにクラ帰って寝てるかな。頼むわ。可愛いってまだ映ってないやん。来たー来たぜファンタロー君。さては鍵つけたな。ほらこれ行くか。もうちょい下の方が食いやすいか。アイテム欲しいです。アイテム飛ばないと来週殺処分です。おはよう。アイテム飛ばないと来週殺処分になっちゃいます。無理です。めっちゃ可愛いポン。あざす。ファンタローです。アイテムもらえないと来週殺処分です。助けてください。いやファンタロー君が言ってね、産業廃棄物にしないで。たくさんアイテムください。僕の命は課金で決まります。保健所怖いよ。保健所怖いよ。保健所怖いよ。はい、パンをあざす。オッケー。あと260個豚かぞ。イベントの有料アイテムください。あと200エリボー。エリボー。 ありがとうございます。メガホン。3つありがとう。パオミーの人ゴシゴシ OK。 ありがとう。あと267個。えがあかんで、あんま水分多いのあげたらあかんねんで。これ好きよな、ほんまこのネズミは。あと267。ひよこん2個パオゴシゴシ。ひよこんありがとう。ひよこんくんの家の豚も殺処分ならないといいですね。はい、 3×10 は30。パオアザソケイヨ。ミーの人ありがとうございます。ありがとう匿名さん。 2×5 は11。ひよこんくんありがとう。
とう、ご孤独兵さん。あと261個。アミーちゃんパンをあざす5倍。かぼちゃの馬車ありがとう。もうええか、もう帰れ。はい、 2×2 は7。 OK、 いいよルービー。もうおしまい、もう食べ過ぎ。はい、お疲れさん。はい、今日も一仕事お疲れ。今日も一仕事お疲れ。あ、もう一仕事お疲れ。いや、ちゃうで、これ結構長いから、言うたら一本丸ごとあげた多いね。あと最後はひまわりの種。うん、最後はひまわりの種で決めようぜ。よいしょ。これ結構硬いで。ラストひまわりの種や。よっしゃ。おい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 、はいよ。はい、もう終わり。あ、20個ありがとう。はい、もう終わり、もう終わり、もうない、もうない。戻れ、戻れ。戻れ、戻れ。あ、おはよう、キャリーちゃん。キャリーちゃん、おはよう。あ、いたたたたたた。いたたたた。あ、キャリーちゃん。キャリーちゃんも殺処分にならないように気をつけてね。よいしょ。はい、もう。はい。よいしょ。もうあかん、あんま上げすぎたらあかん。うん、よし、十分稼いだな、十分稼いだな。うん、もうええよ、もうええよ、十分や、ネズミを。よし、ノルマ達成。稼いだ稼いだ。最近稼げるネズミになってきたからな。こうちゃん、イギリスのリスナーがレオパレス1ヶ月くん。おお、めっちゃいいやん、1ヶ月レオパレスとか。うん、女連れ込み放題やん。壁薄いからな、聞かせたれ。うん、夢叶ったやん、こうちゃんデリ呼ぶっていう。うん、よしよし、じゃあもう完全にやる気ないモードに突入します。もう完全やる気ないモード突入です。よいしょよいしょ。もう無理です。もう今日は限界です。うん、キャリーちゃんも大概寝てないけど、俺も大概寝てないから。こうちゃん、いやでもな、キャリーちゃんやばい、や、まあいろんな意味でやばいねんけどさ、だいぶソース出てきてもうてたで。見てない、キャリーちゃん、そういえばやけど結構なんかいかついの出てきてたで。まあ俺は知ってたけど、全部もう事前に全部見てて知ってたけど、わ、これ出てきただるいなみたいな、めっちゃ出てきてたで。どうするよ。え、言及、そこ一切触れずに、言及せずに行くのか、一切言及せずに行くんかな。それとも、それを飲んだ上でファイティングポーズ取んのか、どっちで行くんかな、みたいな。どっちで行こう思ってる。結構、あれやで、まあ、印象操作とかではないんやろうけど、言うたら、誰の目に見ても、あ、もうファイティングポーズ。はい、皆さんファイティングポーズ。うん、ああ大したもんよ。 あと管轄の税務署にも行くって言ってたで、あのウィキ君が。
垂れ込みあった動くぞ税務署は。地の果てまで追いかけてくんで、弁護士、税務署、警察、三方向やで。そうそう、ほんで宮弁さんがさ、あのな、キャリーちゃん、昨日宮弁さんがあのまあまあな勢いで、誰あの子、矢沢お肉さんをやっぱり蹴ったって証言してん、昨日。どうしようか。もうあれちゃう、キャリーちゃん、ファイティングポーズ取りつつキャリーちゃんも弁護士入れな、なかなかしんどいかもせえへんで。こっから先茨の道を、まあでも失うもの何もない、やっぱキャリーちゃんってやっぱ強いからな。まゆちゃんもちょっとだけ頭抱えてたけどな。これは見ものよね。ファイティングポーズ。いやいや、俺は別に助言とかではないよ。別にないよ。俺基本加担せえへんから。俺敵でも味方でもないから、全員の味方やと思ってくれたらいいと思う、キャリーちゃん。別に。でも俺敵にはならんで、絶対、キャリーちゃん。心配せんでも。俺は、騒ぐだけ。俺は騒ぐだけ。もちろんあれやで。お手伝いできることはお手伝いするし、全然。例えば自転車東京まで俺持っていくとかさ、そんなは全然するよ。そうそう、だから大丈夫やで、キャリーちゃん。別にそれ蹴ったって証言したからって言って、なんやろ、敵とかにはならん俺。はい、ハルさん20倍パオン、あざそっけ、いいよ20倍ハルさん。ずるいってどういうこと？あ、ちゃうで、10万あげるじゃなくて、現実問題、キャリーちゃんにいくらまでやったら貸せるって言われて、それを、あ、じゃあ10万やったらいけるって言っただけ。いや、だから味方でいいんちゃう、別に。味方でいいで。味方でいいよ。俺は困っている人の味方。困ってる人の。俺は困っている人の味方。やろうやろう、優しいやろう、やろうやろうやろう、やろうやろう。え、山田君、今日私の夢に出てきた、いいよ。はるちゃんはもう課金してくれるから、夢出てきていい。付き合ってた俺と。返さんくても、いやいや、お金貸すイコール帰ってけえへん前提やから。そんなんで騒いだり取り立てたりせえへん。うちはひよこんなやつ OK、 いいよ。付き合う前やった、はるちゃん。もうどんどんアイテム投げていこう、はるちゃん。気にせんとな。どんどん投げていったらいいからね。夢は叶うよ。いや、そんなことないで。白井なんてまだ数字取れへん時から俺こすってたからな。ちゃうで、そんなことないで。確かに困ってる人を話題にして数字にすぐ変えようとはするけど、そんなことないで。その人自体に数字あるないは関係ないで。それはもうこっちの腕やから。たかしさんも言ってたやん、そんなんこすってもそこまで爆発せえへんでっていうような人ばっかり行くから。俺、はい、ありがとう、パン、あざす。意味わかる言ってんの。そんなやつこすってもしゃあないやろっていう人でもこするから俺。だからその人自体に数字あるないは関係ない言うたら。はい、でそらあるに越したことはないけどな。そらある方が楽やから嬉しいけど、ちゃうね。俺中ぐらいがいいね、中ぐらいが。困ってる人ちょっと違うんだよ。いや、困ってる人やろ、困ってるやろみんな。やらかしすぎてどうしようもないとかも困ってるに入るやん。いや、ただごめん、態度偉そうなのは許して、この格好な。ごめんね、ほんとすいません。
昨日の放送時間長すぎて今日もたへんかった今日もたへんかった。うん、あのさ、2350、よし行こう、みんな行こう、ゴーゴーゴー。こうちゃんの方が困ってるよ。そんなことないやろ。困ってる度数で言ったら別に変わらんくない、言うたら。だって住むとこないねんで、キャリーちゃん、うん、住所不定やで、うん、こうちゃんでもあれやん、昼間は実家に帰れるやん、言うたら、うん、ウィ無料やってまざす。こうちゃん、矢沢さん、大阪の借りてくれた人脱税、これがドカンと来るって、いやせやで、うん、もう排水の陣やで。ああ、まあそれはそうやと思う、キャリーちゃん。だって稼いだら稼いだでお金返さなあかんしさ、で取っとこ取っとこ、そこに排出したらさ、今度絶対また無申告で税金も払わんやろうし、うん、なあ、なんか一個片付けては一個、一個片付けては一個ってな、うん、絶対しんどいで、多分普通やったら、うん、いやいや、いいキャリーちゃんでも悪い悪い、うん、もうそんな、うん、今まで少しずつでもいいからこうちゃんに返していたら、でもこうちゃんもお金返してほしいって言い出したのが4日ぐらい前ちゃうかったっけ、言うたら、うん、ちゃうかった。キャリーちゃん本人に、直接本人からお金返してほしいって言ったのが4日前とかやろ、うん、ちゃうかった。ごめん、ちょ、もう4日前か5日前ぐらいちゃうの。いや、やっぱそうやんな、言うたら、うん、だからなあ、急に言われてもなとこはあるんかもしらんけどな、うん、でその道半ば途中で、まあ、1回は、うん、返さんでいいって言ってるし、いやだからっていうか、うん、だってあれやで、キャリーちゃん側に立ったとしてやで、途中で返さんでいいっていう文章あんねやろ、言うたら、言われてんねやろ、ちゃかった、ごめん、そのソース出てきたって聞いたからさ、返さんでいいって言われてて、つい4日前5日前にやっぱ返してくれって言われてる側やから、言うたら、うん、はい、パオン、あざす、オッケー、いいよ、ありがとうございます。 C の人は、はい、 C の人、パオン、あざす、オッケー、ありがとうございます、いいよ、 C の人、いいよ、いい、すごい、すごい、うん、はい、パオン、あざす、オッケー、はい、パオン、あざす。いや、だからあれや、その法的なこと言うたら、やっぱ貸し借りのやり取りがあるから、やっぱ返してくれになっても、まあ、請求はできると思うねんけど、うん、まあな、これはな、もうあれちゃう、イキリストさんが弁護士入れてやるって言ってるから、まあ、あとはその弁護士さんの腕とその法律的解釈で、うん、ちゃんと司法に委ねるというかさ、ただな、せやねんな、そのな、やり取りがあんだけな、まあまあえぐいからな難しいとこではあるよ、俺絶対。あ、キャリーちゃんおるよ今、うん、コメント書いてる。まあひよこんがなんとかするか。あ、ひよこんが、じゃあこうちゃん側から50万円請求来たら、もうひよこんが全部払うわ、うん、それしかないわ、もう、うん、もうひよこんが全部払ったらええねん、もうそれしかない。うん、でもキャリーちゃんも、キャリーちゃんそこそこアイテム飛んでるからさ、まあ、コンスタントにさ、ギャー配信続けれたらさ、あとお仕事と配信でさ、俺多分マジで100万狙えると思う、うん、今月、あ、
あ、今月は無理やけど来月この調子でいけば俺さあ、あの100万いくと思う。仕事も順調、配信も順調やったら一気に返せそうやけどな、言うたらな。うん、うん、まあどっちにしても稼ぎ続けるしかないよな。うん、うん、なあ。いや、それがな、キャリーの枠も見てたけどな、コメ欄そんなひどなかってんな、言うたら。おう、頑張ろうぜ。まあ、どっちにしても頑張ろうぜ。うん。うん。どっちにしても頑張ろうぜ。頑張るしかないわ。うん。俺も頑張る。うん。俺も頑張るわ。国の借金返すために。うん。市民税と予定納税っていう借金をなんとか返せるように頑張る。うん。おはようございます。山田さん、キャリーさん側じゃなかったら泣き寝入りしますか？お金諦めますか？いや、これまたむずいとこやけど、俺は泣き寝入りとかじゃなくて、まず返してくれって言わん、女の人に。もう俺やと、それが泣き寝入りじゃないと。別に一回は自分が惚れて尽くした女が、まあ今笑っててくれたらいいなって、うん、思う。多分もう別に騙されてても別にいい。まあもう勉強代。うん、いやいや、なくてもなくてもいいよ。そう、綺麗事じゃないって。もうそんな、むしろそんな自分が今困ってるから返してほしいっていう大義あんねやったらな、ちゃうちゃう、自分が困ってるから返してほしいっていう大義やったら、そこから取りに行かんと。普通にその分稼げばいいから。うん、うん、その分自分で稼げばいいね、別に。な、思う。しかもまだ20代やん。うん、まあ、俺とかはさ、もう39にもなって配信1本でさ、みっともないしさ、あのゴミ箱も自動で開かへんタイプやけどさ、うん、だってイキリストさんに言われたもん。ゴミ箱も自動で開かへんって言われたから、うん、それは、うん、違うよ。125号さんダメだね。まあお金あるとは言わん、俺別に自分のことな、うん、自分のこと別にお金あるとは思わんけど、そんなん後からやから、わかる？うん。ああ、自分の生き方がミスっててな、言うたら。自分の生き方がミスってて、ああ、やっちゃった。ああ、もう今生活苦しい。よし、キャリーちゃんに返してもらおうっていうマインドやから、その子はお金がないねん。うん。わかる？言ってること。うん。意味わかる？うん、そんなマインドやから金ないね。よし、んじゃあもう騙されたわ。騙されたけど、うん、その分頑張って倍取り返したるぜみたいな、うん、自分で頑張って取り返すぜみたいな、うん、何やってでも、うん、その倍ぐらい稼いだるぜって、うん、とかやと、うんうん、そう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 、うん、だって自分の選択やん、言うたら。キャリーちゃんにじゃあこう催促されたからお金貸すっていう選択取ったのも自分じゃん。うん、
ヘリーちゃんに言われたからなんかやるとかもさ、結局意思決定は最終自分でしてんねんからさ、うん、お金使うという意思決定をな、言うたら、うん、キャリーちゃんのために家借りてあげるとかさ、うん、だから他責思考自責思考ってあるじゃん、うん、責任の所在をさ、やっぱ他人にしてるっていうのが、うん、これはちょっとなんていうか、うん、あんま好きくない考えやから、うん、あ、これもうこれ割とガチで、うん、ああうん、え、言うか俺も思う、うん、じゃあっこまであのむちゃくちゃやったらどうかとは思うけど、うん、俺別に思うでそんな、うん、自分が好きで、あのさ、でもそこにな、あの結婚とかちらつかせてるとか、あの嘘多くて、あのどう考えても法的に詐欺でしょうがあったらまた話は別やけど、うん、また別やけどな、それは、うん、あ、だから俺はそのスタンスだで、561もちろんな、別に どっちもでいいとこも悪いとこもあるみたいな、うん、結婚、え、ちゃうで、それもやり取り見たらこうちゃんから結婚しようねって送ってキャリーちゃんがうんになってたはず、ちらつかせてるは多分印象操作やと思う、いうか、あ、これは割と事実ベースで、間違えてたごめんね、こうちゃんが結婚しようねに対してキャリーちゃんがうんって言ってた、これはちらつかせてるじゃないと思うねんけど、言うたら、え、ちゃうかった、ごめん、俺昨日よう見ててんけど、俺、いや、じゃあちらつかせてるやとキャリーちゃんの方からあのこうちゃんと結婚したいと思ってんねんけど、その結婚費用のためにとか、それがちらつかせてるじゃないの、結婚するためにこんだけお金いってみたいなとか、うん、あ、ちょっと、あと言葉だけの、言葉尻だけの話な、うん、どっちにしてもうんって言ってお金引っ張ってるから、あのダメはダメでいいねんけど、ちらつかせてるは違うやん、言うたら、うん、全然ちらつかせてるんじゃなくてうんって言ってるからな、うん、キャリー入荷するか、ああ入荷するかするか、そうしたら、うん、絵本じゃもうテテ会長の部屋開けなあかんな、入荷しようか、じゃ分かった、もうキャリーちゃん、キャリーちゃんの部屋あんねん、うん、もうしゃあなしやで、あ、ここ開けるわ、ここだけな、そしたらキャリーちゃんここ物出すから、うん、もうここだけ、ここほんまテテさんのために取っといてんけど、うん、会長のために取っててんけどさ、ここだけやったらいいよ、うん、ここだけ、うん、間取りはワンルームや、うん、
キャリー入会するわけないやろ575お前。あのお前分かってる、配信見てる俺の。桃奈々さんが家にご飯作りに来てくれるって言ってるから、あの普段より家きれいめにしてんねん今。考えろよ。で桃奈々さんとキャリーちゃんどうなってんのなあ。じゃあ俺がその状況は分かった上でキャリーちゃん入荷すると思う？できひんやん。桃奈々さんがご飯作りに来てくれるっつってんのに。肌になるわ言うたら、俺と桃奈々のあの婚約。うん、何言うてんの。あ、今仲いいの？あ、知らんかった。あ、今仲いいんや。あ、婚約じゃないか。あ、婚約じゃないか、うん、違うか、ミスった。うん、それは願望や、ごめん、すまん、もう願望が口に出てもうたわ、危ない危ない。うん、すまんすまんすまん、ついついあの願望が口走ってしまったぜ。うん、キャリーちゃんを助ける人はキャリーちゃんどこが好きなんだろう、魅力あるのかな。よう、あるんじゃない、やっぱりなんかなんかはあるんじゃない、光るものが。こうちゃん、なんで親と喧嘩してるん？え、親名義で組んでたスマートフォンからキャリーちゃんに課金しすぎて、で親に支払いしてもらったはず。うん、確か、うん、10万円以上か、うん、ちゃうかったっけ、合ってるはずやねんけど。キャリーちゃんに課金しすぎたキャリア決済が親にバレたとかやと思う、確か。うん、でそれが親名義の携帯やって、ほんでそれを一部親が払ってんねん確か。うん、その時に弟にボコボコ行かれて、うん、もう配信やめろって言われて、携帯も取り上げられてどうのこうので、それが理由で親おる時間帯に家帰られへんっていうセミホームレス。うん、で何でか理由は分からんけど急に仕事辞めるって言い出して、こうちゃん仕事辞めて無職なる。うん、こうちゃんがな、でもな、仕事辞めた理由が何やねんやろうな。うん、なんであのそのお金ないタイミングで急に仕事辞めたんかなみたいな。うん、あ、思い出した、めぐみや。あ、ほんでまた女に走って、思い出した、抜けてたわ、首ちゃうわ、思い出したわ。おい、てめえら手やんで。そうや、思い出したわ。うん、今度また女にうつつ抜かして。そうやそうやそうや、うん、一緒に住みたいっていう理由から寮付きの物件を探す、寮付きの仕事に変わるって言って、うん、急に仕事辞めてん、お金もないのに。うん、ほんであの何やったっけ、その寮付きの仕事が思ってたのと違うっつって、そうそうそう、1時間で辞めてん。そう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 、思い出したわ、提案で。そうや、そう、それで1時間で辞めてん。うん、でもまたなんか面接行ってるらしいけどな。うん、え、1時間で辞めた、嘘、なんか知ってんの、おい、暴露合戦か、おい。え、キャリーちゃんそれ なんか知ってんの、もし可能やったら連絡ください。え、あ、いや、それキャリーちゃんが自分で枠でやるか。え、なに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 、暴露合戦か、おい。こうちゃんサイドからとキャリーちゃんサイドからと、なんや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 、なんや。あ、マチーちゃん5個パンをゴシゴシコインランドリー行ってらっしゃい、マチーちゃんありがとう。え、もう言ってない、え、そもそも言ってない、え、え、なんか言ったら思ってたのと違うみたいな、ちゃうかった、寮の掃除さ、いや、じゃあ事務所の掃除させられたとか。ああ、ちょっと言ってないねんけど、まあどっちでもいいや、そんな、うん、どっちでもいいや、
あまりにも嘘多かったらまたイギリスさんから白井さんへの叱咤激励入るから、うん、まあいいよそれは、その辺はもうどっちでもいいよ、うん、その辺はもう慣れてる、うん、うん、その辺は慣れてるからいいよ、うん、昨日イギリスさん嘘ついてた、うん、もうええよもうそんな叱咤激励入るやろ、うん、電話で話した内容やけどそもそも決まってなかった、体重で落とされてた、配信では仕事決まってるって言ってたから言わないでって、え、ほんじゃ寮行ったとかさ、寮に行って2人1人部屋じゃなかったとかさ、え、あと事務所の掃除させられたとか、やばいやん、あいつ作家やんけ、まあいいけど、さすがやね、やっぱり。あ、そう言ってたの。やばいぞ。ずぶとい女 VS 虚言対決が始まるのか、これ。マジかよ。あ、それ全部エアーやってんや。マジかよ。まあいいよ、俺も嘘、何回も嘘つかれまくってるからそんなどうでもいいねんけど、別に。まあせやな、うんうんうん、やばいな、うん、エアー知らんやん、うん、やばいな、白井の方が上やな、一枚上手やな、ああ、お、別に俺あれやで、だからあの何、そのどっちがどうとかどっちが悪いとか、うん、金額がどうとか、うん、別に全然どうでもいいからな、言うたら、うんうん、まあ裁判ではっきり、裁判まで行くんかな、実際問題代理人から多分キャリーちゃんに請求行って、でキャリーちゃんが内容証明破いて捨てる、そっからスタートちゃうか多分、うん、うん、まあ和解金で話済まそうとしそうやけどな、うん、多分やけど、どうやねんやろ、まあお金払ったら裁判にまでしてくれそうやけどな、雑談のすれ自分で作って自演で安置して、私に雑タヌで叩かれてうざいって相談してきてたぐらい、わお、わお、わお、やばいな、もうエピソード対決やな、うん、キャリーちゃん VS 白井くん、配信界隈はエピソード対決なりそうこれ、うん、ウルトラクスッと笑える暴露合戦なるぞこれ、うん、暴露合戦になるぞ言うたら、うん、こう来るで、来るで絶対、だからお互いさ、まあ、キャリーちゃんはノーダメージか知らんけど、白井は傷つきまくるけどな、これから先、うん、白井がこれから傷つきまくるぞ言うたら、うん、
弁護士は強いから。うん、俺は横目で楽しみ見とくわ。うん、行く末を。うん、え、ちゃうで、ちゃうちゃうちゃう、なんか質問があってん。キャリーちゃんにやったらいくらまでやったら貸せるって聞かれたから。うん、まあ放送出てもらえるとかいろんなこと加味したら10万ぐらいかなって言っただけ。うん、何も俺別に貸してくれとか言われたことないで。うん、ないよ。いやでも俺中村くんやったらさ、150万ぐらいやったら余裕で稼いで。中村くんやったら、うん、中村くんやったらな。うん、白岩もあげなあかんわ。さすがにもう借金くすぎるやろ言うたら。うん、ないわないわ、うん、ないわ。そら10万円分踊ってくれたら別に帰ってくるからさ。うん、よし、また帰ってくる可能性もあるから、帰ってくる可能性と10万円分踊り狂ってくれたらさ、言うたら。うん、じゃあ そういう踊り狂うじゃないで言うたらな。うん、そうそう、10万円分はさ、あのそっちをさあ楽しませてくれるじゃん言うたら。うん、いやいや、まだまだ、いや白井もあのキャリーちゃんもまだまだ参るよ。うん、まだまだ参るよ。いやいやいや、俺は別にそれを貸すことによってあの取れ高に貢献してもらえるから。いや、花屋さんが逆にお金貸してきてくれって言ったらもう不安が勝つからな言うたら。逆に怖くて貸されへんかも。まあその変な意味とかじゃなくて、意味わかる？怖すぎて貸されへんと思う。逆にその背景が怖すぎるやろ。花屋さんがお金貸してくるはやばいやろ。うん、どういう状況でそうなったんかなとかいろいろ考えたら、うん、怖すぎるやろ。うん、だからヨウカさんかも別に。うん、おう、そう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 、花屋さんがまず人からお金借りなあかん状況になるってどういうことやみたいな。うん、え、もしかしてやけどなんかみたいな。うん、なんか恐ろしい団体とかにとか、なんかいろいろいろんなこと考えてまいさや。うん、いや、勝手なイメージな。花屋さんにお金貸したら、貸したせいであの他界する人とか出てきそうやん言うたら。意味わかる言うたら。うん、意味わかる。俺が直接的には関係ないけど、俺が花屋さんに貸したら3人ぐらい他界してる可能性あるから、うん、だから怖い。うん、普通に生きてたらありえへん状況やから、花屋さんがお金貸してくれって言ってくるなんて。うん、いやいや、言い過ぎてないって、言い過ぎてない、うん、控えめに言ってるわ一応。うん、控えめに言ってもそれ、いやだから怖いなってなるやろうなと思って。うん、で、あの花屋さんが金貸してくれって多分絶対生きてるうちに言わんで言うたら。うん、あ、中村、山田と中村で全然中村もう数段上。うん、もう格が違う。中村くんの子上よ。お、1位まで18,000。お、いけんじゃん。行こうぜ行こうぜみんな。なんか豚か象かイベントの有料アイテムを投げ続けたら行くわ。うん、行こうぜ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 。キャリーってその無敵の人なわけやん。裁判、いや意味ないやろ。お金的にはやって損になるんちゃう。でもなんかそう、お金が目的じゃないんやったら、うん、やった方がいいんじゃん。うん、結局のとこ潰れてもらうのが目的やろ。だから、うん、弁護士裁判って、うん、だから意味はあると思うけどな、やる側は。
まあ、こうちゃんは単にお金返ってきたらいいなかもしらんけど、上村屋と混ざす。せやな。あーだからまああれちゃん弁護士によっては何刑事告訴みたいなんもなんかあれちゃうか、も持っていきたいという思惑もあるかも。もしかしたらやけど、いやハゲへんな。39でこの髪の量やったらもう価値格やろ。耳吉の扱い雑すぎて笑ったわ言うたら、うん、なんかあそこだけ違い方形になってたよな。耳吉の扱いだけお粗末すぎて笑ったわ、めっちゃおもろかった、え見てる、あチェックはしてるよ、奴隷みたいになってたよなあ、あの車内のあの後ろだけさウイグル自治区なってたで、ちょくちょ言われてたやんで、当事者誰も姿出さずやで、弓吉だけなんか食うたんびにマスク取ってやで、笑ったわあと弓吉もなんであんな服着てくるん、あと思ってん、そうそう、あと弓吉は弓吉で悪いとこある、なんであんな服着てくるん、なんでなん、なんで変になんかその主張しにかかんねやろうと思って、わざといじられにかかってんのかなみたいな、いやでもそれを多分イキリストはちゃんと考えて脚本演出したんちゃうか、もしかしたら、多分な、お小遣いもらってないかな弓吉って、昨日のあの出演に対して多分なんかちょっと色つけてもらってんちゃうか言うたら、あと中途半端に顔出すからさ余計面白いっていうかさ、弓吉もうマスク取ったら、もう取ったらなんで取らへんのマスク、なんか変に出すから余計映り変みたいなあったで言うたら、せやな、なんでほんと弓吉ドクターペッパーあれちゃうか、弓吉がたまにやる最大限の嫌がらせちゃうか、あれわざとドクターペッパー買ってくんね、わざとや、嫌がらせでなドクターペッパー買うてきてんねん言うたら、あ、おあやや、え、キャリーちゃんと仲直りできた、おあやちゃん、さっきキャリーちゃん枠来てブイブイコメント書いてたで、あと、あ、まだ連絡来ない、 LINE 送ってみたらキャリーちゃんにうち来るって、で、ファンタちょうだい、モフモフ、モフモフ、あんたちょうだいは無理か、無理か、そんなやまないか、もうちょっとで1位やのにな、もうちょっとで1位やのにな、マジでもうちょっとで1位やのにな、みんなもうちょっとで1位やで、
いや仲高いしたまんまやったら仲直りしてる方がいいじゃん。基本的にコラボとか出演料払うの、あ俺はなんかうん、やっぱりターゲットを貧困層に絞って放送をやってるからさ、うん、基本的には1時間1000円ぐらいはさ、うん、1000円以上は払ってあげようかなって思ってるけど。いやどうやろうな、女子はそのイメージ強いけどな。いや巻き打ちはあれよ、この間めっちゃアイテム飛んだからな。めっちゃって言うほどでもないかもしらんけど、巻き打ちバブル来たからな。あパオンゴシゴシオッケー、徳部さんありがとう、いいよ黄金さん、うん、珍しかったよな、巻き打ちでアイテム飛んだ初めてやわ。まあ女の人はな割とな人間関係計算でやるからな、うん、そもそも腹黒いよな。あ、村井でもありがとうございます、うん、あ、せやで、まゆちゃん、うん、あ、犬ありがとう、系の人、パオン、いいよ、ゴシゴシ、いいよ、系の人。知らん、なんか巻内財布なくなったとか落としたとかすられたとか、うん、巻内の財布に関して今都市伝説めっちゃ上がってきてるから、うん、まあ暇ある時に行くわ。うん、ほんまかどうか知らんけど、うん、あ、おはようまだやってたよ、もうあと1分で終わるけどな、うん、1分で終わるけどね。家に来てた女に盗まれた、いやさすがにそれはないわ。財布黒人に取られた、ほらまた都市伝説降ってきた。あのじいさんがどこで黒人と接触するん、うん、家臣ふかしてただけ嘘、うん、家臣ふかしてただけ、あ、今来たの、じゃあ豚か象1個くれたらあと1時間する。マキウチさん財布なくしてキャッシュカードもマイナンバーをカードもなくして警察に届けてたみたい。あ、それがほんまっぽいな。あ、ゼンちゃんおはよう、パオン、オッケー、ゼンさん、ゼンちゃんいいよ、うん、いいよ。せやでマキウチ結構やばい、うん、冷蔵庫新しくなって財布空なってるからな。何の意味があって、いやだからあれちゃん、なんか注目集めたいからとかって言ってた。でもあれちゃん、こんだけさ、あのみんなが言ってるからさ、あの巻内シスターズがさ行くんちゃん、誰かまた、うん、あの外カメでずっと巻内映す女子ズたちがさ行くんちゃうの行かへんの言うたら、うんうん、行かへんのかな。有名になりたい、あいや、まあぼちぼちでいいっす、ぼちぼちでいいっす、あ誰か行きそうじゃない、そんなに困ってんの、こんだけ鳩飛んできたらさ、うん、行かへんのかな、うん、はあ、明智も忙しいよな、次から次から、次この間まで捕まってたかと思ったら次財布なくしたやもんな。うん、眠たい、違うで、チン、あ、まあチンこするの教えたのは俺やけど、そもそも股間を人に出すように教えたのはたかしさんやからな、あれ、うん、しこり出したのは俺の時からやけど。ブナマヨがキャリーの家賃4万にするってよ、それで行くん、ブナマヨちゃん、ほんまに行っちゃうの、うん、そうやで、高橋さんがチンチン出せって言い出してからやで、あれやりだすん
いや、クソやばいやつや。だって外で仕込んねんで、うん、路上で仕込んねんで、見てみろっつって、うん、やばいやろ。あ、うん、それはいいんちゃう、別に豚まちゃんの自由で、うん、あ、おはようございます、あかねちゃん、おはよう。あかねちゃん、おはよう。初コメ、嘘でしょこれ、あかねちゃんちゃん、うわ絶対あかねちゃんやわこれ、あかねちゃん、うわあかねちゃん、うわこれあかねちゃんやん、マジで。ああ。とりあえずなんかあの初コメの人に過剰に反応してみたったぜ。バリ過剰に反応してみた。ああ、うん。なんもないのにな。いや、わからん。でもガツン刺さってバーンファンと飛んでくるかもしれへんで。あ、ゆきんこやん。なあ、ゆきんこやん。なあ、ゆきんこやん。うん。もういいかな、それ。それもういいかな。あ、眠たい。うん、今日1時間も起きてられへんかも。でもこれ、イベント出てるから寝たあかんもんな、こんままな。はい、豚パン、あざす、オッケー、いいよいいよ、今日の人いいよ。あードーベルマンありがとう。ブナマ言うとお金でまた揉めるわ。いや揉めへんね。そこ山田入ってるから61に揉めへんで、そこに山田の笑顔が入ってるから絶対揉めへんで。あ、無理やってます。今日の予定は、まあ、今日は昨日みたいにそんな遅い時間から稼働じゃないような気する。もうちょっと早くから動こうかなって思ってる。は？はってどういうこと？俺とブナマヨちゃんはつながってんねん。どっかどこかしらの何かしらのタイミングで。え、ブナマヨは合鍵渡してるけど LINE 既読無視？嘘でしょ。いや、ここ腰のところに手当ててるだけ。こういう感じ。え、ほんじゃもうもしかしたらあれなんかな、ブナマグちゃんのところに住まへんのかな。10倍パワーだ、そっけ、パワーいいよ。そうの人ない、そっけ、いいよ、うまい、刺さった、ええよ。あ、もうその話知ってんねや。確かし、あ、その話もうみんな知ってんねや。郵送で送ってる話、配信である程度話してやんのか。うん、何時から、うん、夜の11時ぐらい、11時ぐらいがいいかなって。あ、無理やってまざす。あ、そっかそっか、もうそれほんと話してんねや、もう知ってんねん俺全部。うん、全部知ってんねん。ただあれやろうな、またあの何、自分が契約している賃貸で止めてあげるからっていう大義やったとしても、家賃名目でお金をどうのこうのって言ったらまた騒ぐぜ、出てきそうやからな、言うたら、それまた貸しじゃんっつって。ああ、やっちゃうまく、ああ、それ昨日で、昨日に聞いてんねん、俺1、2、5よ。でもまあ、7万円とかの家賃で1ヶ月やと、電気代、光熱費も込みで言うたら、4やったら安いと思うけどな。ああ、おい、妥当やと思うで、実際のところ。ああ、安いやん。だって、寝カフェ行ったって1ヶ月おったら4って聞かんからな。あ、なんで喋ってんねや。そ
その4万の LINE を既読無視。ああ、じゃあ繋がったわ。線と線、点と点が繋がった。もうこれでできたわ、答え。うん。昨日、まゆちゃんが教えてくれた。うん。もう知ってます、俺。ああ、一つ考察が出てきたわ。ブナマヨちゃんとこ行かん。もう多分。10月からブナマヨちゃんのとこ行きません。おはにちゃんのとこも行きません。出ました、銀じます。うん、ひよこんや、うん、もう確定でいいわ。じゃあこれに俺は、視聴者プレゼントアイテムをかけるわ。そしたら、うん、ひよこんや、ひよこんが結婚する、キャリーちゃんと。うん、うん、いやしませんね。345しませんね。それ以外の線もゼロじゃないけど、多分ひよこんやと思うわ。うん、うん、ひよこんや。まあ、なんかいっぱい縛りはあるやろうけど、うん、ひよこんとこや、ひよこんや。そうちゃうか多分、うん、だってひよこんとこからやったらさ、通勤もそんな遠ないしさ、言うたら、うん、ひよこんは何がしたんやろ。売名売名、バズりたい、うん、家賃5になった、いい、うん、ひよこんや。いやどうやろ、それあれちゃう、日々放送やる時の閲覧と、うん、え、ひよこんの職場ってもうバレてんで、うん、みんな知ってんで、うん、うん、ひよこんのところにキャリーが家賃半分払って住むとかじゃないか、もうこのまま行けば、うん、はい、僕にお願いします。125号さん、そういう人は、そういう人はどんどん僕にください、うん、おはよう、おはよう、いやー、昼飯どうやねんやろ、うん、既存のリスナーさんもおるんはおるっちゃう、多分、うん、リスナーさんやったらさ、その配信者が何やったってついていくんがリスナーさんやろちゃうの、うん、ブナマヨちゃんとキャリーちゃん性格まあ合いそうやんな、あの二人ってな、うん、あ、違うぞ、うん、緊張したやろうな、そら、うん、だいぶこうちゃんのこと怖がらしといたから、うん、ちゃんとせなな、すごい怒られんでって言いまくっといたから、うん、あかん、眠い、おはようございます、もうあかんは限界や、え、桃七、今のとこ、まあ、俺の予想、来週、10月入ってから来てほしい予想、うん、何も約束してない桃七と、うん、いつ来んの、逆に聞きたいわ、バトル負けたくせにさ、外してよ、あ、まあ楽しかったらええじゃん、おい、1位まで1号もうなかなかや、あーいかへん、もういかへん、ちょ、もしよかったらね、豚とか象とかイベントの有料アイテムを、1位になるまで投げ続けてくれる人いません、
すごいいい時電話して、いや俺自分から起き上がれ、起き上がる、タバコ吸いに行こう、タバコ吸いに行くわ、そういう大義掲げていくわ、うん、それやと起きれる、うん、もう残りファンタローに稼いでもらおうかな、もう無理やわ、元気ないわ1位までファンタローに稼いでもらおうかな言うたら、うん、ファンタロー殺処分刑でいこうかな、もう、うん、それしかないわ、動物の命と天秤にかけるか、うん、うん、動物の命を天秤にかける倫理観で稼いでいくか、あーその人パオン5倍 OK しゃあえお前、そうするか、それかドラゴン召喚させるか、うん、もうそれしかないわ言うたら、どっちや、うん、ファンタロー殺処分芸か、あのドラゴン連絡芸か、どれでいこう、うん、これがほんまの多席思考やなファンタロー買った経緯、ノリセール、うん、値段半額に惚れた、うん、以上です、え、中村からかかってきてる？嘘？嘘でしょ？え、かかってきてないやん、嘘つくなよ、かかってきてないわ、え、かかってきたら出るよ、別に、東京行くよ、行く、うん、行く、10月のまあ頭ぐらい、まあ緊急性あったらもう一品でもついてる状況を作るけど、うん、まあ別に慌てていいかな、別に、うん、慌てない慌てない、そうやな、ピキコモリ最近見てないな、でもな電子レンジ買ったって言ってたからな、いやー電話かかってきてないって、かかってきてないっつってね、644うっせえな、かかってきたら出るわ、言われんでもかかってきてないっつってるやろ、ちょっと中村が電話してっていう時はかけてくるから、勝手に、うん、勝手にかけてきます、あ、かかってきてるわ、あ、ほんまや、はいよ、お疲れ様です、山田さん、山田さん、はいよ、あの、こちらふわっち大炎上豚舎です、あ、はい、トップグループ中村中村さん、どうされました、課長です、うんうん、あれです、今ですね情報が入ってですね、中村くん、もうその情報、はい、まあ多分聞いてると思うけど、昨日のうちにもう仕入れて、全く何も聞いてない、あのね、あ、昨日ね偏頭痛で頭クソ痛くて配信見てないんで、ほぼ、あ、そうね、ちなみにブナマユちゃんの話の詳細はもう実は昨日配信外で僕終わらせてます配信外で詳細終わらせてる、はい、もう全部知ってます言うたら、ちなみにほんでそこから、じゃあよろしくお願いします、はい、まあ無駄前に関しても鍵をまやちゃん家にもう合鍵渡してるけど連絡来ないってやつでしょ、はい、郵送で送ってるっていう話ですね、もう聞いてます、はい、で一切連絡来ないのか、本当に届いてるのか分からなくて怖いってやつでしょ、そう、それも昨日のうちに聞いてます、で、はい、ここ一番の重要ポイントなんですけど、はい、確信に迫る、なんか山田の枠にまやちゃんのコメントして、はい、家出したいって、え、違うで、家出したいって言ってた、確か、家出したいって言ってんの、うん、まゆ、うん、コメントでな、本当はってことでしょ、うん、え、でもなんか本人に言えないってこと、多分、いやでもなんかちゃんと話し合いして仲直りはしたって言ってた、二人とも、なるほどね、え、昨日ね、そうそう、昨日あの頭蹴られた人おるじゃないですか、キャリーさんに、矢沢さんね、はい、でその件ちょっとあの証言取りに行って、見てた人に、 あ、山田証言取りに行った、はい、もう完全中立な人からあの目撃してた人に確認取ったところ、なんと、はい、なかなか強烈な一撃を確実にあの打撃として入れてます、嘘だろ、うわ、本当だよ、それってさ、はい、診断書まで出てるんでしょ、
まあそれはちょっとどこまでほんまかどうかは物見てないんで何とも言えないですけど、はい。障害じゃん。もうそこまで目撃者いるわけじゃん。それ逮捕されないの？目撃者ちなみに2人いますね。言うたら宮弁さんと大輔さん、はい。うん。なんでまだ未だにあいつ逮捕されてないの？いやそれはちょっとその所轄の南警察署にお話聞かんとわからないですね。まあでもそれをイキリストさんが一人で全部やってくれるみたいなんで。嘘だろ。いやマジですよ。あのポンコツそんな優秀なことするの？ちょっと待ってください。今イキリストさんのことなんて言いました？あのポンコツ鼻水出た鼻水出たいや鼻水出た鼻水出たあーすいませんすいませんすいません。いやでも、まあ、ご本人がイキリストさんご本人がおっしゃるには、その辺の28と一緒にしてもらったら困るでって言ってた、うん、まあそうだよ、暇だからね。そりゃそこら辺の28歳にちゃんと働いてるから、暇だから何でもやれることあるからね我々に。そりゃそうだよ。いやいや、彼は社長ですよ。会社やってるらしいんで。はいはい。はい、それを聞いたリスナーさんはどう思うんだろうね。もっとあれやばいんじゃない？いや、家出したいのに出せれないっていう約束しちゃったからっていう。だからまゆちゃんもなんかコメントではちょっと、うん、難しなってきたなみたいなことは、うん、それは言ってた。お前もめんどくさいでしょ、こんだけアンチついちゃったら。だってまあだからな、そのもうどっち選択してもまあ一定数ヘイトは買わなあかんくなるから、まぁ、あ、ちょっと めんどくさいんかなみたいな。ちょっと我慢の限界来てるってことね、前も。いや、それはどっちか分からへん。配信的なことなのか、ほんまにその個人のプライベートなことなんかは。山田さん、はい、この後の展開どうなると思いますか？いやだから結局まあ白井くんがお金返してくれって言って出てきて、まあイキリストさん、白井さん、花屋さん VS キャリーちゃん側にまあ誰かが乗っかってつくかどうかでだいぶ盤面変わってくるんじゃないかな。いやーつかないでしょう。いやーだってもうだって選手もつかないんだよ。でもまあ中立寄りの人がまあちょっとやっぱそのキャリーちゃん側の方に立つじゃないけど、何力弱すぎない？だって分からへん。だって、誰がついたら強いの？なんて相沢光輝さんがつくらしいよ、山田。まあ可能性もあるよね。まあ可能性もあるよね。だからそうだから、それで多分変わってくると思う、いろいろ。あ、じゃあ俺モンジャリがコラボしていくときさ、はい、俺行くわ。じゃあ俺も行く。じゃあ行くか、山田。キャリーとモンジャリコラボするとき俺たちに突撃しようぜ。ああ行く、うん、行く、絶対行く。行こうぜ。うん、でまあ駒井くんも呼んどくわ、ついでに。駒井も呼ぶの？駒井も呼ぶ。なんで駒井呼ぶの？あいつ何も関係ないよ。いや駒井くんは割とキャリーちゃん側やったから。あ、そうなのね。うん、これはどえらいことになるぞ。暴れるぞ。やばいぞこれは。暴れるぞ。すごいどえらいことになるぞこれ。天然さんも呼ぶ？もう。あ、天然さんも呼ぼう。トップグループもみんな行こう。天然さんも呼ぶかこれ。もうガシーも呼ぶか。じゃあもう会長も俺車乗していくわ。だからもうさ、マユちゃんも連れてくかもこれ。あー、もうありやな。そうしよう。マユも連れてくかも。ありあり。花屋大阪呼ぶ、東京呼ぶかもこれ。あー、もうみんなや、みんなや。スパークや。キャリーのコラボ日、コラボする日が決まっ
ったらもうみんなで、みんな大集合を持ってるね、それか。うん、あーもう。テテさんも呼ぶか、もう、テテさん。うん。テテさん連れてったら面白そうじゃない。あーもう、香川くんも呼ぼう。香川くんも呼ぼう。香川くんも呼ぼう。宮部屋さんも呼ぶか。あ、ほんと、俺桃奈々も呼ぶ。うん。桃奈々も呼ぶか。桃奈々も呼ぶ。うん、行く、もう全員行く。うん、あ、花屋も連れてくって。うん、もうみんな呼ぼう。うん、みんなを連れてくって。うん、ガメラさんも連れてくか。あ、そうやね、ガメラさんもいるわ。うん、ガメラさんも連れて行こう。ガメラさんいるでしょ。うん、完全にガメラさんいるよね。あーもうさ、ヤマもいる、宮根もいる、うん、邪魔しないでよ。あ、キャリーちゃんが邪魔しないでよって。え、キャリーちゃんなんかモンジョリとコラボ決まってんの？中村くん邪魔しないでよってキャリーちゃんから。いや無理ですね、行きましょうみんなで。俺行くよ、もう、まあ、キャリーとコラボするときに俺行くわ、モンジュレの時へ。あ、七谷んち行くんや。行くらしい。あ、藤沢奈々の家に行くか。何？わかったわ、だからまゆちゃん口汚しててんや。もう住むとこ決まったやん、キャリーちゃん。七谷んの家や。うん、モンジョレに家に住むの？おう、おう。嘘だろ、新たなる発覚。おう、そうちゃう。あ、違うんや。あ、それ違うんか。ああ、ああ、ああ。じゃあ警備隊やるか、警備隊。モンジョレの家警備隊。おう、いや、モンジョレは叩かれたので、モンジョレは叩かれたいんだよね、基本的にね。逆張り好きやからな、あの人な。逆張り、あいつ、あのね、オカマね、逆張り大好きなんだよ。めちゃくちゃ好きやからな、もうそれは分かるわ。うん、合ってるわ。うん、じゃあ、時静香も呼ぶか。時静香、なんで呼ぶの？一番、な、何も関係ないよ。時静香呼ぶか、玉三郎。うん、呼ぶか。前とクラーンもセットで。うん、イキリストが奈々ちゃん阻止するようなこと言ってたら、もしかしてイキリストも来るかもよ。コラボの、コラボのイキリストまで来るかもよ。うん、ま、もうゲンさんも呼ぶか、松平の。ゲンさん何も関係ないよね。お、呼ぶか。ないよね。お、あ、俺フォローしないとできないよ、なんか DM。 なんか俺分かる設定でできないかな、これ。忍法はめ、忍法のメガネだけ呼ぶか、メガネだけ。あ、うん、じゃあ、そういうことで。はい、わかりました。何の電話やってんやろな、言うたら。何の電話やってん、うん、まあ、キャリーちゃんとな、ナナヤンってようコラボしてんもんな、言うたら。あ、せやな、ちょこちょこおるよな、言うた。いや、俺言うことがない、全く。もう俺はあの困ってる人の味方。うん、僕ちんは、いや、相沢だけいらんな。相沢だけいらんな、多分。え、モンジョレも本性した。いや、七山は割と分け隔てないというか、うん、別に多分 何も言わんと思う、多分。うん、朝比奈呼ぶか。うん、呼ぶかって何やねん。あ、アカウントまだ復活してないんや。いい。よいしょ。よいしょ。
白井君家決まってないやろ。うん、え、ゼウスさんそういえばあれやろ、ええ番になってんやろ、なんか中村が言ってた、うん、アカウントなくなってんやろ、なくなったっていうかええ番になってんやろ。よいしょ。え、知らん、放送落とされたとは言ってたけど番にはなってないんちゃう。おう、なんか中村君が言ってた、ゼウスさんええ番になったぞっつって昨日の朝ぐらいに言いに来てた。おい、無理相手もありがとうございます。え、ゼウスさんなんか、うん、え、バンになった、ええバンになった、いや知らん、出てきてないよな、ちゃんと逮捕されて起訴されんやろ、多分カノちゃんの件で再逮捕やろ言うたら、うん、無理やろ多分あの人。いや、拘置所やろ、行き先決まってるやろ、拘置所やろ言うたら、留置終わったら。食べたで、月見食べた。おったな、ジュースさんってな。うんうん、俺39。え、別にええんちゃう、7やんか、キャリーちゃんとコラボ したくてする分にはええんちゃうの言うたら。また神回になるんちゃうか。あ、無理やってもありがとうございます。拘置所、留置所、刑務所、留置所の後に裁判までの間収監されるのが拘置所、うん、でその後、あれや、君懲役って言われたら刑務所中止させる、いやそんな無理に決まってるやん、うん、するわけないやん、うん、いや無理無理、やるって言ったらやるよ、なんだよ、うん、なんでそんなこと言われなきゃいけないのよつって、うん、もう決まってるからって、え、何キリスト君、もう邪魔しないでよ、うん、で終わりいやいや無理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 、絶対無理、うん、うん、ああないないない、絶対ない、もうあの人一回決めたら絶対やるって言うから、うん、人に言われて意見曲げへんもん、頑固やで、頑固やで、ちょっと好きとか嫌いとか関係ない、そんな、うん、もう決まったらそういう約束とかは忠実にやる、よっぽどじゃないと、うん、うん、あの人はもう金でも人の指示でも言うこと聞かん、そうそう、うん、いやいやそんなに、あの7や20万ぐらい何とも思ってへんから、ほんで、うん、もうだったらいいわよ、もう20万円返すわで終わり、うん、うん、なあ、うん、言う絶対言うこと、もう人に言われて意見曲げんから、もうやつ頑固やから、もういいわよっつって、うん、うるさいわねっつって、うん、でふてくされだすわ、うん、うん、あるからあの人あの人免職だけでなんぼもらってると思ってんの、うん、え、うん、美味しかったで、うん、うん、そんな、うんって言わん、うん、そもそも、そう、ほんで言われれば言われるほどな、あの 逆張り行くから、うん、絶対なんや、うん、いや違うみたい、一緒には住まへんみたい言うたら、うん、ああそうそう6811、いやだから別になんか決まってんやったらすりゃいいやんって感じだけどな、うん、いや俺はあれよ、うん、逆張りする時もあるけど、あ、サイコロありがとうございます、金のやつ、 M の人いいよ、あ、サイコロありがとうございます、金の、まあひよこんちゃうか、ひよこんの家で手打ったんちゃうか多分、山田君立ち回りうまくないですよ、普通です、
12621P です。あとすいません皆さん、豚か象かイベントの有料アイテム1個でいいんでください、1人、うん、そして、あと27分で僕を1位にするという喜びに溺れてみませんか、一緒に。あ、バイク乗りさんありがとうございます、ニコ、うん、どうですか。あ、みーちゃんおはよう、うん、どうですか。僕と一緒に1位の階段登ってみないですか、うん、溺れたい5個パオン、ゴシゴシゴシ、オッケーよ、俺も溺れたい、うん、君の何、うん、なんていうかその慈愛に溺れたい、本当今更ながら、あー、フォローありがとう、パオン、あざす、返しとく、ありがとう、いいよ、ありがとうございます、その人、オッケー、いいよ、溺れよう、一緒に、無料もいる、溺れよう、溺れませんか、僕と一緒に、うん、踊りませんか、あー、無料やってもありがとうございます、ありがとうございます、愛ちゃん、久しぶりに見た、うん、愛ちゃん、銀の愛ちゃん、溺れませんか僕と一緒に、うん、あー、ファンタロー君にかもうちょっと稼いでもらえばよかったな、もうちょい楽すればよかったな、うわー、豚10個言うの人パンをゴソゴソ、オッケー、もうちょい、しゃー、もう見えてきたで、うん、レートがいいよ、うん、レートがいいよ、すごい、うん、10個ナイスアプローチ、うん、溺れれそう、うん、言うの人いいよ、すごい、はい、ジェット2個パンをゴシゴシ、オッケー、いいよ、いけるよ、そうの人オッケー、マン切るで、うん、もうちょいでマン切るで、いけたんちゃう、これいけそう、もうどう、はい、犬パンをゴシゴシ、オッケー、いいよ、 OK の人、あ、ちゃう、 Y の人やった、オッケー、いいよ、うん、いけるんちゃう、 Y の人いけるんちゃう、33倍出たらもういくで、これ多分、うん、いや、いけるわこれ、うん、うん、そうやで、いけるで、もうちょいやで、もうサクッといけるで、うん、はい、おはよう、おはよう、無料アイテム投げ忘れてる人投げてくださいね、おっしゃ、ゴコパオン、ゴシゴシゴシ、オッケー、よっしゃ、当たった、あ、当たった、お、当たった、え、 N の人、うーわ、当たったわ、カード当たった、いや、使わんよ、こんなさ、あの、こんな時に使わんやろ、まだやろ、うわ、当たった、ありがとうございます、お助けカード当たった、ロッティー聖杯ゲット、うん、ロッキー9300差、もうちょいやで、もうちょいやで、ラッティーストック1枚、うん、ロッティーよっと、はい、おはよう。ね。二感想やってよかったわ。あ、今日は早めに寝るか。早めでもないねんけどな。あ、おはよう。素敵な朝だね。いや、1位の人のとこアイテム飛ぶで。うん。よし、8811、オッケー、いいよ、ラビちゃんもいいよ、私も当たったってどういうこと、どういうこと、あ、チャリー始まったで、うん、キャリー始まる、あ、疲れたな、ほんまな、よし、行くぞ、よし、行くぞ、あ、3つパンをゴシゴシ、オッケー、いいよ、いいよ、まあの人いいよ、三つ、うまい、いいよ、チャリ始まったで、お疲れさん、お疲れさん、お疲れさん、
お疲れ。お疲れ。どう？一夜明けて。一夜明けて。うん。私はそんな聞いてないかな、ぶっちゃけ。ああ、聞いてない、全然。余裕？うん。そうそう。だってその配信自体、見てないし。ああ、そうね。なんか、ビッグリストブロックしてるから。あれやで、なかなか、いかついソースみたいなの出まくってたで。まあそうだけど、うん、でも別に戦う、私は戦う。いや、ほんでさ、なんか、ナナヤンといつコラボするん？いつコラボなの？まだね、日程決まってない。決まってないけど、ナナちゃん家に行きたいっては言ってて、いいよとは言ってくれて。うん、いい。さすが逆張りの女王やな。うん。でもね、それはね、うん、先月ぐらいから決まってたんよ。あ、そうなんや。あ、そうそうそう、あれやねんな。うん、普通にそういう炎上とか関係なく、奈々ちゃんにまた行って、なんか、うん、コラボしたいって言ってて。いい。そう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 、普通にね、ブルブルマシーンの、ああ、はいはいはい、知ってる？うん、そう、あれを一緒にしたいとか、そういう話をしてただけ。ああ、あれ、まゆちゃんは？まゆちゃん、うん、おんの？今ね、まゆちゃん寝室で寝てる。ああ、まだ寝てんねや。うん、仲直りはできた？仲直りはしたよ。ああ、それはピオコンと、あ、ピオコンとも、ピオコンと、まゆちゃんとも和解はした。いい。あとさ、さっきさ、中村くんがギャーン取り上げてたけどさ、うん、何やったっけ、ブナマヨちゃんの鍵ってもう受け取ってるん？いや、まだ届いてないんよね。あ、届いてないんや。いい。そうそう、だから受け取ったら、ちゃんと連絡するよ。いい。結局そこに行くの？いや、ちょっと考えさせてって言ってる、今。あ、そうなんや。そうそうそう。なんか、まゆちゃんがさ、昨日さ、匂わせてたからさ、それ以外の候補地があるみたいな。匂わせてた。あ、まあ、もう、見当ついてるけどな。ただ、見当ついてるけどな。まあまあ、言わんけどな、言わんけど。見当ついてるけどな。うん。うん、まあまあ多分合ってるやろうな。あんま言わんけど、俺は言わんけど、見当ついてるけど、うん、まだまだ燃えるで、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 燃やすで、燃やすで、燃やすで、魂燃やすで、買ったら教えてな。候補地買ったら教えてな。あ、教える。オッケー。買ったら教えてくれるって、キャリーちゃん。ブナマヨちゃん以外の方。あ、まだダメ。買ったら教えてくれるで。あ、そういうことか。ダメダメダメ、まだ。え、まだダメなの？それは言えない。うん。え、言えないの？うん、言えない。ちなみになんで言われへんかだけ言える？そしたら、買ったら。なんで言えないか。理由。なんかギリギリまで、うん、サプライズがいいから。それでもサプライズなる？いや、ちゃんと決まってないんよね、しかも。あ、チューブラリンなんや、そっちは。あ、うん、はいはいはい、はい、まだはっきり言えないから。じゃあ、なんか一つ暴露お願いします、僕買ったら。暴露？暴露あるかな。てか、例えば白井さんとかの話でもいいけど。白井の暴露。はい、ここだ。はい、普段だぞ。皆さん、無料アイテムありますか？無料アイテム。無料ないよね、私。ちょっと有料お願いします。ないよ。有料お願いします。豚でもいい、象でもいい、イベントでもいい。メガホンありがとう。あと、ナイスボタンをタップ。風船も流してください。風船、メガホンお願いします。メガホンありがとう。
入れてます。ありがとう。あ、豚ちゃんナイス、ありがとう。はい、豚3つポン、そしそし、オッケー、よし、いいぞ。あ、豚ちゃんありがとう。あ、豚ポン、そしオッケー、いいよ。何でもいいよ、豚でも象でもイベントのゆるアイテムでも、はい、豚ポン、そしオッケー、いいよ、いいよ、いいよ。2分半からスピチャレ来るからね、スピチャレ。はい、まちちゃん、パワーザス。はい、パワーザス、オッケー。おー、いいよ。うんこ食い VS 炎上。まゆちゃんが出ていけって言ったか聞いてほしい。え、まゆちゃんに出ていけって言われた？パワーザス。え、言われてないよ、私。え、まゆちゃんに出てと、言われてない？言われてないって。言われてない。うん、言われてないらしいで。はい、まちちゃん、ポーンさ、そっけ、いいよ。うまい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 いよ、パン。ストラキちゃん、ナイスパン、オッケー、いいよ。お願いします。まゆちゃん、言わないよ。はい、まちかちゃん、パン、まず。まあいい。それはさすがに言うてないよな。言ってない、言ってない。うん、なあ。そう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 。9月末までって約束だからね。そうそう、9月。あ、豚ちゃん、ありがとう。無理やりとバレずです。しゅうさん、かみさん、かみはい、33位のオバオッケー。よしよし、スピチャレ来るで。ラスト1分からスピチャレ来るからね、言うたら。だから、ありがとう。え、アコブの話聞く？それちょっと聞きにくいよ。え、ほんで、バトル勝ったらアコブの話聞いていい？アコブの話？うん。聞いてもいい？あ、別にいいけど。いい。あ、じゃ買ったら教えてくれるって、アコムの話、パワーを出そうって。あなたの中に見えるのは、キャリーちゃん、キャリーちゃん、キャリーちゃん。アコムの話聞けるぞ、買ったら。はい、パワーを出そうって、いいよ。アコムの話、でも私もね、ちょっと、そんななんか、アコムの話って言っても、てか、掃除しなきゃいけないよね。あ、そうやな、今日掃除って言ってたな。そうそう、ダブルマルありがとう。はい、銀ギャッキー。いいよ。メガホンもありがとうございます。有料お願いします。ちょっと写真撮ります。さあ、ラスト1分。ラスト1分。みんなで行こう。お願いします。はい、2個パン、オッケー。みんなで行こう。ラスト1分。はい、はい、勝ったら言わなくていいから。差し込み。勝ったら。あ、そう、勝ったら言わんでいいよ。ありがとう。あ、オッケー、パン、オッケー、いいよ。うまい。はい、2個パン、オッケー、特別さん、いいよ、うまい。当たりもないです、オッケー、いいよ。はい、2×5 は 11.7 V の人ナイス、オッケー、いいよ。ありがとう。オッケー、ナイス、いいよ、うまい。オッケー、オッケー、オッケー、倍率も来てる。いいぞ、勝つぞ。いくぞ。パワー出す、オッケー。はい、特別さん、2個パワー出す、オッケー、いいよ。オッケー、ナイス、オッケー、いいよ。いけるぞ、ラスト10秒、逃げ切ろう。2個パワー出す、オッケー、いいよ。はい、パワー出す、オッケー、いいよ。先生もありがとう。差し込みお願いします。はい、おっしゃそう、2個パン、オッケー。はい、2個パン、オッケー、いいよ。きた。よいしょ、聞いてみてもいい？なんか買ったから、一つご質問タイム。まあ、どれ、うん。アコムって、その、いや、アコムの件じゃなくてもいいで。なんかな、一番多いのでいい？一個だけ。いや、逆に知りたいこと質問してほしい。あ、わかった。ほんじゃ、矢沢さんの頭2年前に蹴りましたか？うん、蹴ってないです。蹴ってない了解です。マジで私蹴ってないから。うん、わかりました。じゃ、マジで蹴ってない。マジで、はい、頭なんか蹴るわけないじゃん、普通に。頭なんか蹴るわけないじゃん、はい。そう。来ました。虚言だから、矢沢の。でもな、宮弁さんと大輔さんっていう人も言ってんねやんか。ね、味方になってるだけじゃん、やだ、いや、宮弁さん結構中立のようには見えるけどな、俺目線ではな。でもね、私ね、うん、それを言われるなら、うん、なんか矢沢が、その倒れてて、うん、なんか転換持ちだからね、うん、その倒れてたから、もう私もちゃんめきと、もう帰ろうってなって、うん、先に帰ろうとして、で、うん、エレベーターの目の前で、なんかもう、イライラしてたから、床はね、なんかこう、足でガンみたいにしたけど、それを蹴ったみたいに言われてるか知らんけど、頭なんか蹴らないよ。あ、頭蹴ってない。はいはいはい。ガチで蹴ってないから、私はここまで言ってる。
ああ、まあまあ、やっぱそれどっちでもいいねん。俺、ただ、キャリーさんの口から蹴ったか蹴ってないかを、ただまた聞きたかっただけやから。あ、そうそう、蹴ってない。OK。ということは、キャリーちゃんは、蹴ってない、うん。蹴ってないの。うん。蹴ってないの。蹴ってないから。蹴ってないから。ガチで、頭蹴るとか、ねえ、そんな、だって、そんなんしたら、救急車呼ぶレベルだし、その後、普通に私とちゃんみきが帰ったと、矢沢飲んでたからね、また。ああ、はいはいはい、はい。その頭蹴られて、後遺症が残るぐらいひどくって、そんなのんきにその後飲むかな、また。ああ、ああ、ほん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 。うん。だから、キャリーちゃんは蹴ってないらしいです、皆さん。普通すぐ警察呼ぶよ。うんうん。そう。え、その場には警察来んよかったん？え、来てないよ。あ、そうなんや。へぇ。そうそう。おー、そうらしい。その場には警察来てないらしい。ほうほうほう。ありがとう。オッケー。キャリーちゃん、ほんちゃん、ありがとう。うん。ありがとう。まあ、聞きたかったの。うん、一個だけでいい。一個だけっていうか、そうか。うん。ほんならね、またね。うん、またね。あいよー。よし、カテゴリー1位になったぜ。いやー、ちょっとこれはあれやな、意外やな。うん。でも、ミヤベンはあれやけどな。うん。どう見ても結構強めの蹴りが入ってたって。いや、おー、ミヤベンはさすがに、うん、完全中立やから、別にどっちのことも嫌いじゃないし。うん。1位になりました。姑息なバトルという手段で、ほんと汚いわ俺って。ありがとうございます。いやー、まあ俺もな、津田さん、宮部は嘘をつかんと思うけど、キャリーちゃんは、うん、そう言うてる。うん、いや、警察来てないで、え、宮部が証人になってんの？どういうこと、どういうこと、警察にもってこと？警察来た？あ、来てんや。いい。うん。せやな、大輔さんにも会いに行ってみるか、今日。うん。それで。うん。キャリーちゃん、蹴ってないらしいです。うん。と主張しています。うん。これ引っかかるね。双方の意見が割れてるからね。覚えてないっていうことではないかな、本人は。うん、あ、大輔さんも始まった。うん、いや、矢沢ちゃんはあれやろ、別に山田にしかり、イギリスにしかり、ほっといてほしいって言ってるパターンらしいけどな。ちゃうで、矢沢ってもう誰とも関わらんって言ってるスタンスちゃうかったっけ。まあどっちでもいいけど、うん、自分でやりたいって言ってるじゃない。ちゃうかったっけ。うん、こそんなの関係ねえ。山田のせいじゃないやろ。なんで俺のせいやな。その後にイキリストにも連絡するなってなったってことは、ちょっとよう分からんけど、うん、警察と弁護士入ってるからもう言わないって言った。これは証人たちを、まあそうやな、宮弁さんのことは、矢沢よりやからって言ってた。
今日もあんつぶか。うん、いやみんなが大輔さんに聞いてみたらええやん一回。別にコラボまでせんでもさ、うん、みんなが大輔さんに聞いてみたらええんちゃう。うん、宮前さん曰くあの時大輔さんも見てたって、うん、聞いてみたら。いやさすがにおらんやろ、うん、関係ない通行人。あさか今日あんつば休みや。いやもう寝るよ。いや蹴ったように見えたって、いや蹴ったように見えたっていう言い方じゃなかったよ。確実にそこそこ強めの蹴りが入ったっていう、うん、キャリー親沢床に倒れ、見上げはそうそう、タバコ吸いに行ってたかなんだか座り込んでてみたいな、うん、おばさんみたいな髪型かわいい。あ、大輔さんは見ましたってやっぱほら言ってるやん。ほら2人やで、2人の目撃やで。で大輔さんもぶっちゃけあれやろ、あのどっちもどっちでもいいスタンスやろ、言うたら中立やろ。いやー割れますねこれは。いやまあまあ強めやったって言ってたで宮弁は、うん、ああうん、まあなんか俺もそんな気はするけど、今なんか界隈がさそれでざわついてるからさ、ちゃんみきも見てるんちゃうん知らん、うん、ああそうそうそう。で宮弁と大輔さんは確実に蹴ってたって、うん、今そうなってんねやろ、うん、これは分かりませんね、うん、どうなっていくんでしょうか、乞うご期待。水にゃんもうおこやで、もうみんなおこやで、どうすんの朝ごはん、パン2個食べた。よっしゃ4分で終われる、解放されるぜ今日もな長場。うん、まあ宮部も絶対嘘つかんけどな。うん、宮部も 100% 嘘つかん。さあ知りませんね僕は。うん、次枠なんかあるか。うん、終わりです。宮部さんは嘘つきません。はい、うん、いやそれは鮮明なことは覚えてるやろ割と、うん、2年前でも。次枠ないよもうさすがに。あ、無理やってもありがとうございます。強めの蹴り。次は夜やな、夜やな、寝なやばいわ、もうおかしなるわ。今日は早めに行こうと思ってる一応。はい、ゆっくり寝ます。パオン、あざす、オッケー、いいよ。あの人いいよ、ゆっくり寝る。でもあ特命さんと一緒に寝たい、ありがとう。せやな、まあ早めにやる、今日は現場検証や、次は、夕方は無理、夜、夜もう、まあせやわな、まあ店内ちゃうけどな。山田に会いたい、まず課金、はいはい。それでは皆さん、たくさんアイテムもありがとうございました。また夜にお会いしましょう。はい、お疲れ様です。パオン、コショコショ、オッケー、いいよ、いいよ。豚ちゃう、ゾウや、いいよ、あの人いいよ。はい、ゆっくり休みます、清水町、はい、夜に玉詰めといてください。お助けカード出たんで、はい、早めにやりますって、早めにやるって言ってるやん。
言ってるじゃん。今日はさすがにしゃあないやろ。前日14時間決まっててんからさ。ゾウパオオッケーいいよ、ゾウナイスいいよ、うんうん、はい大阪に向け、うん、次はガブリです、もう限界です、疲れました、見かけ寝ます、アニメ見ながら、はい、無料アイテムありがとうございます、お疲れ様です、何見るかな、今日はまだ決まってない、うん、まあ何かは見てるやろうけど、うん、疲れた、あと無料フォローバックキャンペーン中なんで、よかったらフォローもしといてください、あーパーの人パオン、あそっけいいよパーの人いいよ、ジェット、それではあの皆さんお疲れ様でした、ありがとうございました、あと滑り込みでパパパパってナイスボタン押してくれてもいいですよ、パパパパパ、はいお疲れ様でした、疲れた、女ちゃうやろ、睡眠っつってるやろ、お疲れ様でした。